はい。皆さん、こんにちは。ネクセニコーシュナカ木です。えー、それでは合格等の作成講座の講義編、えー、民法の第1回始めていきたいと思います。まあ、いよいよ2年目講座にね、入っていくということになりますけれども、えっ、ー、と、まあ、この2年目講座の中でもね、合格等の作成講座の講義編というのが、まあ、入門講座のね、えー、知識の確認というね、そういう位置づけになります。まあ、論文用の知識がメインになりますけれども、えー、論文用の知識についての再確認というね、えー、こういう位置づけになりますので、まあ、この講義の中で、えー、弱点とか見つかったらね、えここはもう一回復習しようとか、まあ、弱点っていうのがどういうところかいうとね、 例えばまあこう問題チェックなんか入れるようなところであればそこで理由と結論が思い出せるかどうかとかねえそういったあたりがまあ一つの弱点の確認のツールになってくるかと思いますまあそういったあの弱点の克服発見のツールとしてねえこの講義編は使ってくださいまあなので逆に言えばね一年目の講座がはっきりとまあ百パーセント入っているという方にはまああんまりいらないかなっていうね感じになってしまいますけれどもまあまあそういう方はなかなかないかなという気もしますのでまああのこの講義の中でね確認いただければとは思いますまあ入門聞いていただいた方にはねえまあ重複するところま ありますので、まあちょっと退屈になっちつうね、えそういうとこになるかもしれませんが、まあ倍速なんかで聞いていただいてね、えー、それで聞き取れたらの話でありますけれども、まああの確認いただけたらと思っております。はい、でえっ、ー、とまあテキストそのものですね。えー、これは入門講座のセ、えー、ブンサミットテキストをまああのいらないところを削りに削ってね、えー、だいたい三分の一ぐらいに圧縮しております。まあなのでえっ、ー、と二十四回でまあ入門の、えー、テキストだいたい千百ページぐらいねあったかなと思うんですけれども、まあこれを三百六十ページちょっとに圧縮しております。まあ一回あたり四十五ページぐらいで進んでいくかなという。 ねえー、そういう感じで進んでいく予定で見ておいてください。まあ、あのー、事前に予習というかね、えー、その1年目の入門の復習してから講義臨むというのもいいですし、まあ、ぶつけ本番で臨んでいただいても結構ですけれどもね、えー、メインは合格答案の作成講座は、えー、答案作成編の方になりますんでね、そちらの方は予習をきっちりしながらね、臨んでいくという感じにしていただけたらと思います。はい、えー、早速ですけれどもね、テキスト1ページの方に入っていくということにしたいと思います。まあ、入門講座の総復習みたいなね、そういう感じです。まあ、あのー、3回で、えー ごめんなさい。 一回の講義が入門講座3回分ぐらいのね、それぐらいの講分量だよというふうに思いながら聞いていってください。はい。一応、まあ、このセブンサムットテキスト圧縮版ではあるんですけども、入門のレジュメなんかもね、入れていますので、ある意味、あの、一冊にまとまったね、便利なツールになってるかなというふうには思います。まあ、1ページ目早速開いていただきますと、はじめにということで、まあ、民法論文の基本姿勢ですね。まあ、今更ながらというね、感じになるかもしれませんけれども、まあ、私のクラス以外で入門受けた方にとっては、まあ、初めて聞くようなものも入ってくるかなというふうには思います。まあ、民法は結構 苦手にする人多いです。なんか分かって気になってるんだけどね。えー、論文解けないという人がまあ結構多い。一、えー、年目の入門を受けたけれどもね、いざ論文書こうと思うとね、じーっと固まっちゃうね。えー、そういう人というのはまああの昔からです。えー、昔からこれ結構多いと。で、えー、なぜ多いかという一つのね、えー、大きなまあ理由というのが二番のところですね。原告の請求訴訟物ここから考えるという視点。これがない人は概ね詰まります。特に相続物件ですね。えー、特に相続物件ではこの原告の請求から考えるというね、まあ皆さん。 皆さん入門を受けていただいた方にはね、当たり前のことじゃないかというふうに感じる方も多いと思うんですけれども、これがついてるついてないで、もう全くね、えー、民法のその分析の出発点、これが定まりませんからね。えー、この、えー、逆に言うとこの原告の請求から考えていけば、もう出発点は固まってると。あとはまあ被告の反論とかね、えー、その辺を次々構成していけばいいというふうになっていくんですけれども、まあ、とにかくこの原告の請求、訴訟物ですね、えー、ここをしっかりとね、考えると。 で、その際です。まあ論文対策になりますけれども、より大きな、より強い請求ですね。えー、これを心がけてください。まあ特にこれは数字の問題になってくると、額の大きいものを選ぶというね、えー、そういう感じになってくるかなというふうに思います。まあ、あの、不法行為と不当利得があるんだったら、基本的には不法行為選択というね、えー、そういうことになるだろうと思いますし、まあそこは、あの、額ね、えー、解除と減額請求、両方並ぶんだったら、例えば解除の、まあ全部変換請求ですね。これが優先で、減額請求は後回しというふうに なるのかなとまあ、そういったあたりで、えー、ここはとにかく原告の請求ね訴訟物考える際もより大なる請求というのを意識しながらね進めていくようにしていってくださいはい、でその後訴訟物決まれば要件充足性ですね、えー、この要件充足性の検討ですが1年目のね、えー、論文記述録要請等の中では要件上げて で、一個一個当てはめしてっていうね、そういうスタイルでやっていた部分もあるかもしれませんが、2年目以降の、まあ、論文検討の際には、わざわざ上げなくても済むというね、えー、そういう場面も多いかなと思います。まあ、特に物件的請求でね、えー、原告書有、被告占有もうはっきりしてるというふうな場面で、わざわざね、えー、その物件的請求の要件は原告書有、被告占有であると。で、原告書有はこの通り認められて、被告占有こう認められてとかね、わざわざ書くかっいうと、まあ、書かなくていいというね。えー、そこは適宜、えー、縮めながら書いていただいても結構ですので、まあ、あの、要件検討する。これは必須ですけども、 要件あ上げなきゃいけないというわけじゃないというね、えそこはちょっとね、履き違えないようにしておいた方がいいかなと思います。でもちろん、要件に解釈、ね、えー、対立があって。 解釈次第で結論を左右するなら、これはちゃんと解釈を示してくださいね。解釈次第で結論を示す、左右するかどうかね。ここも、まあちょっとこうね、入門の知識の延長線には入ってくるんですけれどもね。解釈次第では当てはまるし、解釈次第では当てはまらないし、という場面であれば、これはね、解釈論をきっちり書くということになっていきます。はい。その際、ま論文の検討の姿勢のところではありますが、試行規定ね、絶対も取ってください。まああの、合格、え、なんだ、当番作成編の方でね、かなりね、チ 言うと思いまますけれども、ま、ず原告の請求で何、何と物件かかでですもうこの頭の頭視点、ね、しっっっりと持っとってくださいで物件的請求なのか、再権的請求なのか、場合によっては両方あるという場合もありますのでね、えー、原告の請求を、まあ、まずは複数、ね、何てうかな、複眼的に見ると言ったらね、えー、変ですけれども、まあ、物件、再権両方ちゃんと睨んでね、考えるようにしておいてください。で、えー、まずは物件的請求だったら、まあね、原告所有、被告占有とか、そういった要件に入っていきますが、原告所有のとこね、ここでも大きく分かれてきます。実力の差、ここでつくのは何かっていうと、承継 取得か原原ででうと取得が原則ですなので、消費取得ができないかというのをまず考えてで無理だったら原子取得的なものをいくと、なので、いきなり即時取得に飛ぶとかね、えー、こういうことはやめてください、いきなり94条2項を書くとかね、これもダメだよと、まずは消費取得ができないということを示した上で原子取得的な主張ということでね、ね、えー、原則消費取得というね、えー、こういう意識もしっかりと持っておく必要があるかと思います。はい あと、再建的請求。まあ、ここも入門、入門、入門の中でもお話したところでありますが、約定法廷、代取り消しですね。えー、この視点でちゃんとね、えー、分析する。で、特に再建的請求の大原則は約定再建ですのでね、えー、契約上の再建からまずは検討して、契約なければ法廷再建とか代取り消しと。まあ、ある意味ね、えー、そういう視点を持っていただく方がいいのかなというふうに思います。はい。まあ、法廷再建、これが、さつく。 というところでしょうね。えー、特に法定債権の中でも、まあ、あの、費用償還請求とかね、あちこち散らばってますんでね、えー、どの費用償還請求が本件に妥当するのかってね、ここで間違えると、はっきり言ってね、えー、問題全部が、あの、は、なんかな、特典、 取れないっていうね、えー、そういう原因にもなってきちゃいますので、法定再建特に慎重にというふうに思っておいてください。ね、法定再建は、これ、訴訟物ミスったら、一貫の終わりです。えー、この問題で、少子化の問題で1年あったのがね、えー、どこやったか25年か26年あたりね、えー、あ、27だ、ごめんなさい。27にあったんですけれども、まあ、法定再建の問題です。で、法定産権の問題で、あ、不当り得かなというふうな感じはするんだけども、よくよく見ると、 所有権がくっついてる中での不当利得ですからなので所有権くっついてるつまり不合ですね不合の中の不当利得となると賞金請求だったんですねなので248を考えないといけないとこういう問題だったりしましたまあ、ここは訴訟物間違えたらそれだけで検討する要件が変わってしまいますからね、えー、そういう意味でこの訴訟物の選択でミスらないように しといてください。まだ皆さんには先の話になるかもしれませんが、えぇ、ー、司法試験合格した後、収集ってのが待ってますけどね。で、収集の合格試験の中でもね、えー、2回試験ってのがあるんですが、えー、その中でも民事系の問題ね、訴訟物ミスったら一貫の終わりってね、えー、何度も何度も皆さん言われると思いますんでね、えー、この訴訟物ミスったら民事系ではもうおしまいっていうね、えー、それぐらいの強い覚悟で、訴訟物絶対ミスらないというふうにやっていくようにしといてください。逆に言うと、まあ逆じゃない。 刑事で行くと、これは、罪名になりますね。刑事で行くと、要は、重たい罪名から検討すると、その罪名ミスったら終わりみたいなね。そういうところがありますが、まあ、ここはね、出発点で絶対ミスらないというね、そこを強く意識しておいてください。はい。で、まずは、この、原告の請求から行くというね、これは今日の講義の中でもね、強く意識しながらやっていきますのでね、特に相続物件ですね。相続物件では、この原告の請求をしっかりと、というね、これをちゃんと心がけながらやっていってください。で、その上でです。相続の問題が出てくるのは、 実は被告の反論以下で出ることが結構ありますね。えー、もちろん原告の請求の中で考えることもあるでしょうけれども、えー、被告の反論以下で考えるというところも出てきます。まあ、反論考える際には否認か抗弁かというね、えー。否認であれば、まあ、要はね、ね、えー、ある要件について当たらないという反論ですよね、えー。不当利得返還請求に対して利得がないとかいう反論とかね、えー。損失がないとかいう反論とか、法律上の原因があるとかいう反論とかね。えー、まあ、要件の、まあ、否認であるならば、これは特段ね。えー、別に。 要件立てる必要もありませんが、神戸になってくると要件充足性の検討が待ってくるという感じですね。えー、原告の請求に対して被告の反論、神戸ね。例えば、えー、物件的請求に対していけば、占有権限の抗弁というのがあったりしますが、じゃあ専有権限の抗弁だったら賃貸借の締結とかね、えー、あるいは、えー、物上、えーえー、法定地条件であったりとかね。まあ、いろんなこう、えー、請求、えー、請求権じゃない？えっ、ー、と。 専有権限ですね。これがあったりしますが、まあ、公便であれば要件重足性と、こう思ってください。で、要件重足性は原告の請求のところと一緒です。要件解釈必要だったらやっていくと。まあ、こういうふうに思ってってください。はい。で、公弁大体、まあ、ここで合格、不合格が大きく分かれるかなって感じはしますけれどもね。えー、公弁には実は3種類ある民訴でやった話ですね。えー、権利発生障害、権利消滅、行使、そしてこの3つのどれかになっていきます。まあ、 3つ全部というのはないかもしれませんが複数あることは結構ありますので、答弁1個検討してはい、終わりとかねこれは寂しい可能性あります問題文の配点次第ではありますけれどが、まあ、例えば40点の配点あると。で 原告の請求訴訟物は一個しかないと。こうなると被告の抗弁一個で終わるはずがないんですよね。え百点中四十点ある問題でね、原告の請求被告の抗弁一個で四十点とそんなね優しいいい問題があるわけないでしょうと。ということでまあここは抗弁は複数あるかもなという視点を持っとってください。なので他にないかというねこの視点も常に持っとくといいかなと思います。はいだいたいまあ問題文の事実使い切るというのがね非常に大事になってくるかと思いますけれどもね問題文の事実を使い切っていればおのずと抗弁なんか た複数考えられたりということになっているんじゃないかとは思います。はい ということで、まあ、あとは再販の以下あれば必要に応じて検討していってください。まあ、あのー、ここについてもね、ええー、この民法8回の中でももちろんですけども、ええー、答案作成編でもね、ね、ちっこくやっていきますんで、まあ、おそらくね、ええー、民法8回プラス合格とええー、答案作成編まで見ていけば、まあ、民法についてある程度ね、解けるようになってるんじゃないかなというふうには思います。はい。ええー、あと民法の学習の仕方。ここは、ここから先ですね。ええー、講義をね、ええー、もう聞くことがなくなってからの意識ですよね。ええー、自分で問題解くという段階での、ま、意識ですけれども、ね、 ね、えー、できるだけもう自分で時系列等を、ね、作っていけるね、えー、そういう力をどんどんと身につけていってください。から、要件については条文が出発点だよと、これもしっかりとね、忘れないように持っといてください。えー、 インプット編、ね、講義の中で、え、しっかりとね、えー、復習さえしていればそんなに間違えることないと思いますけれどもね、えー、誰が主張する制度なのかというね、え、これは民法、商法、民訴法ね、え、いずれ、まあ、あ民訴法はちょっと違うかな、えー、民法、商法についてはね、誰が言う主張なのかというね、えー、この視点は常々持っておくと、まあ、あの、苦手意識をね、えー、払拭しやすくなるんじゃないかなというふうには思います。はい、え、ちょっと問題の解き方のところね、えー、がっつりちょっとやってしまいましたけれども、再度ね、え、ここを確認した上で、えー、問題検討ね、もしできそうな方はどんどんね、先 っってててやいいたただけたらなという,ふうには思っております、はいえー、ここから入門の、えー、3倍速での復習みたいなね、そんな感じになりますけれども、まあ民法とは何か、まあ横一横にあたりはもう当たり前だということでね、えー、飛ばしていただいてもいいかなっていうね、えー、あえてもうチェックなんか入れなくてもね、次のページに行っちゃえばいいかとは思います。はい、えー、2ページ、民法の全体図と書いてます、まああのー、パンダクテン方式っていうね、えー、それがまあ全体像ではあったりするんでしょうけども、まあここよりも、えー、実はこれ9、九 セブンサミットの構造ですよね、えー。契約法と非契約法というね、こういう分類をちょっと持っといた方がいいよという感じです。まあ、再度ね、えー、この2ページの全体図を見ながらですね、えー、それぞれの制度、あ、ここに位置づけられるのかということをね、常、え、々、ーね、意識しておくといいかなと思います。まあ、契約法の問題は、概ね、 三つに分かれる。ね。契約前のトラブルと、契約後のトラブルと、から回収の場面とね、えー、大きく三つの場面に分かれてくると。こういう意識を持っておくといいですね。で、契約前のトラブルであれば、成立要件なのか、有効要件なのか、効果帰属要件なのかっていうのは、たいこの三つですね。まあ、条件期限出ることはないですね。条件期限出す問題があったとしたら、これ出題者の性格が悪すぎるね。えー、そういう感じになるのかなって感じしますんで、まあ、効力発生要件あんまり検討することないと思います。 まあ、契約前のトラブルだったら、成立要件なのか、有効要件なのか、効果帰属なのかね。大体こんな感じです。で、主張反論の視点でいくと、1、3が原告の主張の話です。で、2、有効要件は、被告側の反論のお話になることが多いですね。これは契約上の請求の場合です。 契約上の請求であれば、まず契約の成立を原告が言うし、えー、代理が絡んでいれば有権代理であることをまず原告が有しというね、そういう感じになります。で、それに対して被告側が有効要件をかけるというね、えー、そういう反論していくんですが、有効要件のちょっとややこしいところは、これは返還請求の請求原因にもなるというね、でそういうところがあるんですよね。この縦の2、えー、ごめんなさい、縦1ローマ数字2、有効要件のところですが、効力否定側が主張立証という、こういう意識もとってください。 反論で使うというふうな意識は持たないでください。で、効力否定する側が言う内容だと。こう持っとくとね、間違えることないです。なので、請求された側が、いやいや、契約の請求受けられない、否定するとかね、そういう場面とか、あるいは自分から契約、効力否定して、 何か請求していくと。こういう場面で使うよという意味で、まあ否定側が主張、立証というね、こういう意識を持っておくと、まあ使い間違いすることもなくなるかなというね、えー、そういう感じです。はい。えー、客観的有効要件、主観的有効要件という分類もね、もちろん持っておくといいです。無、え、効、ー、の主張をするときにね、無、え、効、ー、主張を言うときに客観的有効要件と主観的有効要件の2つあり得ると。でしかも無効もね、 取り消しによる訴求的無効も入ってくるわけでね。えー、そういう意味で、まあ、ここの有効要件の意識ですね。客観主観から無効取り消しというね、えー、こういう意識持って勉強しておくと、ロマス字ニのところはね、使いやすくなるのかなとは思います。あと内容は一つ一つね、ちょっとこうインプットし直すということになるのかなと思います。はい。効果帰属要件。ここは出たとき要注意で、まず原則有権代理です。いきなり表権代理に入らないでくださいね。問題から見て、あ、 表権代理の問題だと。ね、原告、え原告じゃないわ。えなんか代理人らしき人がですね、えあ、越権行為してると。あ、110条って思いつくかもしれませんけども、落ち着けと。まずは有権代理が無理だということを言って、そこから表権代理ね。そういうふうに入らないと、これはちょっとね、え前提部分を落としてしまう。ね、そういうことになっちゃいますので、えそこはまずは有権代理から入ると。で、その上で、次に無権、表権代理ですね、えその要件、第二の請求原因というね、そういう感じを持って見ていくようにしていってください。はい、え代理権代理はこれ、 無権代理にね、えー、位置づけられてしまったのが、まあ現行のね、えー、改正民法になりますけれども、はい、えー、代理権内容、まあこれもね、首相として使えるようにしていてください。代理権内容も結局ですね、これね、効力否定の一種ですよね。えー、代理権内容はこれ、まあ効力否定の一種みたいなね、えー、そういう意識持っておくと、よりいいのかなという感じがします。はい、あとは成立後の問題。大体は、 再建法と言われるところですね。えー、物件法を一部入ってきますけれども、えー、再建法のメインはここの契約成立後の問題ですね。えー、契約の効力発生。まあ、ここはあまり出ることはありませんけれども、どっちかっいうと、ローマ数字3ですね。契約トラブルのところで、えー、これを、まあ、ちゃんと使えるようにしておいてください。はい。まあ、ローマ数字3のところですね。えー、トラブル事例。 債権者側のトラブルなのか債務者側のトラブルなのかそれから、ねえー、面積、えー、奇跡自由ですね、これを問うのかどうなのかとか、ね、いろいろありますけれども、ここのトラブル事例はいろいろ分類あるかもしれませんが、まず言いたいこと何とそこから入った方がいいですよね、えー、その当事者からすると何言いたいと。 解除なの損害賠償なのそれとも追加なの減額請求なのそれとも公弁なのえ、えーえー、履行拒絶なのということで、言いたいことをまず考えるというね、やっぱそこから出発するのかなという感じですね。えー、2番の、えー、3つ目のところですね。2番のローマ数字3。えー、いずれもまあ制度としてはね、確かにこういう分類できるんですけれども、えー、基本的にはまず効果から入るというね、こういう意識持っとくとよりね、えー、いいんじゃないかなというふうには思いますね。はい。 えー、その中で、えー、効力発生後の問題というところの中でいくと若干ちょっとこう、ね、特殊なお話でありますがローマ数字102物件変動ですね、えー、この物件変動というのは、まあ、ちょっとここに位置づけていいのかなというのは若干こう、ね、怖いところがあるんですが要は物件的政権に対する反論 もうですね、えー、なんか契約が絡んでの物件的請求とその反論というのが結構あったりするんですね。例えば二重条渡の問題とかね。二重条渡の問題だと、まあこれ契約絡んでます。契約絡んでる問題ですが、原告の物件的請求に対して、被告の物件的反論ですよね。え百、ー、177とか、ね、これ契約に関して使うことが多いし、192条、これも契約に関して使うことが多い。ね、契約絡んでの、まあ物件的な反論。まあこれがローマ数字1の丸の2という感じでしょうね。えー、物件に関してもね、えー えま、ちょっとこう苦手にする人多いんですけどもまあ、これまたまねえー、しかるべきところで、えー、テキスト入ってます。物件的請求の答弁の累計ですね、えー、これをちゃんとこう頭あらかじめ持っておくという風にするとよりいいのかなと思います。はい、あとは債権回収論はい、えー、ローマ数字さんのところですけれども、もえ債権回収論については、これはまあ条文を思いつくかっていうのが非常に大事なところですね、えー、条文を思いつくかどうかね。 えー、担保物件の話であればね、例えば債権回収として物上代とかね、あったりしますね。あるいは、定当権の侵害とかね。えー、定当権侵害ちょっと条文ありませんけれども、まあこれも、当事者同た体っていうのがやっぱり出発点ですね。当事者同た体、じゃあその条文はというね、えー、そういう発想でいくと、まあこの3番についてはおおむねね、えー、大丈夫かと思います。この中でいくと、一番こうね、ミスりやすいのは債権保全かなって感じがしますね。えー、債権の保全何がちょっとね、えー、思いつかないちょ言ったら変ですけども、あのー、なんてかな、えー え、使い勝手が、まあ、悪いわけじゃないですけどね。えー、要件検討の漏らしをしやすいというのかな。えー、なんか3番のローマ数字にですね、非常にこう論点落としがしやすいっていうのが債権の保全。まあ、あ423、424ですけれどもね。えー、423、424とは言うものの、えー、なかなかこうね、えー、使うときにちょっと、おっとね、えー、うっかり、424検討すべきなのに、423で終わってたとかね。えー、そんな感じでちょっとミスったりというのがちょっと出てしまいやすいね。えー、そういうところであるかと思います。はい。債権状態も出たら一発でね。 もう、ああ、もう再建譲渡ということで、もう出たらね、だいたいわかります。で、再建譲渡そのものは、まあこれは、えー、再建譲渡の中での市長反論が特有の構造がありましたからね、えー、再建譲渡はその特有の市長反論を再度ね、整理しておくというのが一番いいのかなと思います。はい。その他、契約法以外、まあ契約絡むこともありますけれどもね、えー、時効のところ、まあ時効はわかりやすいですわ。年数書いてあるからね、えー、だいたいこうね、2000、 5年とか、あ、振るとかね。えー、そんな感じで、こう、だいたいこれで、えー、感覚が分かりますので、時効は出たら、一発で分かるね。えー、そんな感じかなと思います。はい。えー、その中でいうと、法定再建ですね。注意なのは、えー、事務管理不当利得不法行為。まあ、これは契約に絡まないお話でありますが、いずれも条文命ですね。えー、条文命で条文の要件検討。まあ、これでミスらないというとことが大事でしょう。で、論点出るとは思わないでください。えー、特にこの不法行為に関しては、要件の当てはめ。ここで差がつくぞと、損害であったりとか、 あるいは過失の認定だったりとかね、えー、その論点じゃないところの認定で差がつくよと。はい。まあ民法の全体像ね、えー、物件法と物件法以外、あ、じゃあごめんなさい。えーさ 契約法と契約法以外ですね、もうすいません。えー、そういうふうな、まあ一応形を持っとくとね、えー、問題としては解きやすくなるかなと思います。はい、えー、最近、相続法もちょろっと出るね、えー、ところが出てきますが、相続法、そんな難しい問題出てきませんのでね、えー、相続に関する入門レベルの知識をね、しっかりと持っとけば、まあまあ大丈夫だろうというね、えー、そういう感じです。まあ、えー、相続法に関してもね、基本、物件か再建かとかね、そういう意識を持ってるとね、えー、大丈夫じゃないかなと。で、えー、相続絡むと、まあ、省計ですよね。これが絡んできますので、 まあ相続の承継で、えー、例えば相続人であるとかね、相続分であるとかね、えー、そういったを、ね、条文の引用というのが必要になってきますが、まあそんなに難しい問題は出えへんということで、あまりこうビビらないでね、相続法は対処していってください。まあ、入門レベルをね、しっかりと大事にしようというふうにしておきましょう。はい、3ページか。 知識の確認になってきます。まあ、こっからはね、ほんまに、えー、なんか1年前を思い出すみたいなね、<laughs> そんな感じになる方も多いかなって気がしますけれども、まあ、民法の指導原理と試験と書いてあります。まあ、あの、言葉の確認ともとってくださいね。えー、民法の指導原理、特にまあ、指摘自治の原則ですね。えー、これはちゃんとこうね、えー、適宜使えるようにしといた方がいいでしょうね。えー、指摘自治とは、ね、どういうことかっていうと、義務を負うのは、 原則として自分の意思による場合というね、えー、そういうことを言ってますね自由な意思で決めたからには義務が正当化されるというね、えー、これが私摘自治の原則というふうに思っておいてください、はいえー、あと試験のところの言葉ですね請求権 形成権、公弁権。まあ大丈夫だろうという気がしますけどもね。えー、公弁権については、ここに上がっているもの以外にも様々ね、公弁ありますのでね。まあそこはまあ、要は反論権討でも持っとってください。ね。えー、反論権イコール公弁権というふうに持っとけばいいかなと思います。はい。えー、横の2、公共性。 まあ、一番最後に論文では使う可能性があるというね、えー、そういうものですが、審議則と権利乱用のお話ですね。まあ、知識の確認でありますが、えー、審議則ですね、えー、困った時の審議則にならないようにね、えー、あくまでもまずは条文の適用が先、無理な時に最後に審議則というね、えー、そういう意識を持っておきましょう。ただ、ここではもういきなり使わざるを得ない場面も出てきます。えー、カッコの3の中でいきますと、カッコ B、丸1。 契約締結所の過失と書いてあります。まあ、どんなお話だったか、中のね、思い出していただけるといいですけども、不当吐き方ってのがあったと思いますね。えー、契約結ぶよ、結ぶよというね、思わせぶりなことをやってたけれども、で、なんか電気工事も結、もうね、えー、なんかこう、えー、要求してたにも関わらず、契約直前になってやっぱやめた、みたいなね。えー、こういう場面のお話ですよね。これ契約締結所の過失というところのお話でした。まあ、ここはもう新規則で行くしかないね。契約ないんだから。 で、契約ないんだから、契約上の請求できないから、いきなり審議則もこれやむえんなというところにはなります。はい。えー、4番の、えー、丸野さんですね。雇用契約における安全入る義務ってね、えー、4ページがすいません。4ページね、えー、雇用契約の安全入る義務も同様でしょうね。えー、これもまあ、審議則、まあ、契約上の、えー、明確な条文がない。なので、えー、審議則上の安全入る義務で行くしかないという感じになるかなと思います。まあ、これはちょっとね、いきなり審議則もやむえないというね、えー、そういう制度になるのかなという感じはします。はい。 まあただ、一応原則的には最後の手段というね、えー、そういう、えー、心持ちを持っておくといいのかなというところです。はい、えー、ケラ礼内容。 はい。えー、これも最、これこそですね。これこそ最後の最後というね。えー、これはちゃんと知っといた方がいいかなという気がします。で、乱用になるかどうかですね。まあ、要件を1年目で1回目の時にちゃんと、まあ一応ね、えー、軽く説明したかなという気もするんですけれども、まあ、初般の事情総合コールとしか言いようがないですね。えー、ここはもうね、え、客観的な内容と主観的な内容、結局全部やんと思ってください。ね。えー、客観面、主観面ってね、行為の外側。 内心、全部かよ、というね。結局そういうことになりますんで。要は、諸般の事情を総合コールだというね、えー、そういうことに、まあ結局はなってしまいます。はい。うなずき温泉事件。まあ、早速、ね、えー、判例として、まあ事案、えー、乗っけてますけれども、まあこれも、あの、判例の事案乗っけてるやつは練習問題というね、えー、そういう意識で心がけていただけたらな、というふうには思います。まあ、あの、原告の請求でいくとこれ物件的請求でしたよね。えー、物件的請求で原告所有と被告の妨害、これは認められると。で、被告の反論何かあるか、ちゅうと、物件的請求のコメンないんですよね、これね。 はい、宇田崎温泉事件、まあ、今更ではありますけれども、はいえー、物件的請求のお話でしたね、えー、所有権に基づく、妨害排除請求ですよね、で原告所有、被告の妨害、確かにあるんですよねで、それに対する被告の反論。 物件的請求の抗弁あるかな中途ないです、えー、物件的請求の抗弁って概ね軽く書くと占有権限の抗弁所有権喪失の抗弁 177系、留置権、まあ物件的請求の公弁っておおむねこの4つになることが多いですね、占、えー、有権限の公弁、所有権喪失の公弁、177系ですよね、えー、先出す対抗要件組みの所有権喪失ないしは対抗要件の公弁、留置権の公弁、おおむねこの中の4つなんですが、今回、Y の主張ないなというのを再度確認しておいてください。今回 y さん ね、えー、温泉経営しておりますけども、何か、賃借権ありましたかありません。占有権限ね、賃借権とか法定地上権ですね。これ考えるといいですが、これないですね。から、所有権喪失中ないですね。から、対抗要件、登記献血言える価値と不法占拠ですから、177の第三者とかその辺の話も出てこないと。から、295、留置権、なんか債権あればいいけどもね、非担保債権ないわけだから、295もないと。なので、とりあえず、公弁がないというのを確認して、なので、権利乱用だと。こういうお話になってくるわけです。 で一条三項というね、えー、最後の最後の手段で出てくるぞと、はい、いきなり権利内容に入らないようにしときましょうでよくよく考えるとです神戸に入るんじゃなくてこれまあちょっとこれは実践的な問題と思っとってくださいえー、原告の所有ですけども元税主所有 プラスその売買契約でおそらく証券取得を言ってるはずなんです。いいでしょうかね、えー、原告所有ですけどもね、えー、元前主所有のプラス売買で、えー、自分は所有したというふうに言ってると思うんですね。で被告の反論としてみると実は売買自体がどうなんだという反論も おそらく、訴訟の中ではあったはずです。ね。えー、わざわざ、そんな二坪ほどの崖みたいな土地をね、高値で買うと。いや、これは虚偽表示だとか、まあそんな反論もあり得たかもしれませんよね。その売買自体が架空のものだと。で、実際には売買してないだろうと、そんな高い値段をつけて買うはずがないとかね。おそらく、事案の中でいくと、訴訟の中でいくと、 Y の反論としてはね、えー、バイバーに対する否認というのがまああり得るかなという感じはあります。まあ、これは別にあの司法試験の問題で考えなさいっていうことじゃないのでね、皆さんが実際に訴訟の場面に立ったとしたらね、おそらくそういう主張を考えることになるだろうというね、それを言ってるだけで論文で考えなきゃいけないわけじゃないよといね、えー、そういうふうに思っててください。ただあの考える際にどこで戦えるかというね、特に被告側で考えるときには非認か構面で考えるというね、そういう話になってきて非認どうかな。 というのはちょっと頭の片隅にあってもいいかもしれません。で、あ、ちょっと鄙人は今回無理だなと思えば神戸に行くという話になってくるでしょうね。はい。まあてなところです、えー。ちなみにまあこの原告所有ね、えー、原告所じゃない。 売買ですね、えー、売買に対して、まあもちろん物件的提供に対する抗弁とは別に、この売買に対するね、部分の抗弁として、例えば虚偽表示とか取り消し自由とかね、まあ取り消しちょっと無理かな、えー、無効自由の主張とかね、これはまた答弁に別途なってくるね、えー、感じはしてくるところでありますが、まあそこはまたね、えー、契約上の反論というね、えー、契約の有効要件についての反論はまた、ここ、証券職の中に売買が入ってくるのでね、えー、そこの契約の効力否定自由、これは当然被告の 反論自由にはなりうるよと。いうところで、ちょっとここの辺もね、えー、複合的な視点というのがね、えー、重要になってくるよと。まあ、あまりね、ビビらせるつもりはありませんけどもね、えー、かなり、まあ、幅広くね、民法を見ていかないと、えー、ちょっと視点が、ねえー、落ちてしまうところがあったりするというところで、まあ、 原告の主張、被告の反論というね、えー、まあ、できるだけちょっとね、えー、幅広く、まぁ、あ、視野を広くね、持っておくというのを持っておいてください。はい。まあ、ちょっとここはね、えー、言い過ぎたところもね、ありますので、まあ、ちょっとね、言い過ぎてる部分はありますので、問題検討する際には、まあ、できるだけ幅広く検討しようぐらいにね、持っててもらったらいいかなというふうに思ってください。はい。えー、効果のところ、まあ懸念ライの場合にはたいね、えー、結局、 効力否定というね、そういう話になるかなと思いますね。基本的には、ま、あ権利乱用の場合には、効力否定というね、そういう扱いで、三カッコの三カッコへですね、効力認められない、効力否定ですよね。そういう使い方が権利乱用は多いかなというふうには思います。はい。3番、自力救済禁止は、ま、言葉だけで確認しておいてください。で、なんで自力救済禁止か。世の中乱れるからていうね、自力救済指導士になってくると、これはもうね、無法国家になってしまうね。お互いに自力救済やってしまうね、暴力団、力の強いものが勝つみたいなね、そういうの なかになっっちゃうよねっていうのが、これ、自力救済禁止の趣旨だよと。こういう話でしたね。はい。えー、とりあえず、まあ、自分の言葉で説明できるぐらいにはなっといたらいいかなというところではあります。はい。えー、5番以下、えー、試験の主体ということで、まあ、自然人と、それから法人についての、まあ、知識の確認というね、えー、そんなところになります。で、自然人、まあ、今更ながら言葉は大丈夫だろうと思いますがね。生身の人間ですよね。はい。で、権利能力についても大丈夫でしょうね。えー、権利義務の帰属主体となる資格というね、まあ、そういう感じではありますけれども、生まれてから取得し、で、亡くなったら、 えー、権利能力はなくなる。というね、えー。そんなお話ですよね。で、えー、体重についてがちょっと例外的なお話ではありますよね。えー、体重の権利能力どう考えるか。まあ、 例外的に認めるかのような条文が7218869653つね、えー、上がってくるわけですけれども、えー、それぞれは、これはあくまでも例外中の例外ですよね。原則どうなのちゅうと、退治については、やはり権利能力なしを貫いといた方がいいです。なので、すま、生まれたものとみなすの解釈ね、括弧の2番あります。まあ、括弧の2番、ちょっと例としてあげとくと、こんな感じですよね。 まあ不法行為法なんかで、ね、同じように問題になるのかなという感じがするんですけれども、はい、C が、えー、ある男性に加害行為をしてその加害行為によってお父さんが亡くなっちゃった男性が亡くなっちゃったとでその相続人として胎児と A がいるという、ね、こういう状態ですでこの時に損害賠償請求として A から C ここは これで大丈夫ですね。709プラス相続。これでおそらく請求できるという結論になるだろうと。まあ、この C が、ねえー、特殊な不法行為である可能性もありますけれどもね、えー、使用者責任とかね、そういうのもまあ,あるかもしれませんが、基本的には709系、不法行為の条文プラス相続で A が請求できるのはいいと思うんです。問題、ここですよね。B から C への請求というのができるのかどうなのか。で、これは721。で、生まれたものと見なすと。 いうふうには言うけれども B 代理人 A として請求できるのかあるいは B 代理人 A として和解契約ができるのか。 まあこういった形でね、この胎児の問題というのは出てくるかなという感じです。まあ、実際の問題としてはね、退治の請求部分についてね、退治代理人 A として請求できるのかどうか、また胎児の段階で、あるいは B 代理人 A として和解ができるのかどうなのか、まあ、そういった形でね、この胎児の負けり能力のところは出てくるぞと。 でこの対重の権利能力についてどう見るのかちょっと停止条件で見るという、ね、こういう、まあ、一応判例の立場が皆さん、ね、おすすめではあります,けどあありますので、まあ、それを自、ね、説として論じていただくというのは望ましいでしょう。はい A、B 代理人 A として、ね、できるのかどうなのか B の代理人 A これでいけるのかどうなのかということで721あくまでもこれはあるにはあるけれども、ねえー、すでに生まれたものと見なすというものの。 まだ生まれる前の段階ではこれはできないよというね、えー、そういう感じですね生まれる前の段階ではこれは利益保護が適切に図れないと胎児の法定代理人という制度がないので代理人 A としてやる部分ここがダメなんですよねここが胎児は生まれてから停止条件として認められるようになると ということなので生まれる前の請求というのはこれ基本的には難しいんだよというふうに思っててください,、はい。なので生まれる前にもしやった生まれてきたらもちろん遡って有効になります。いいですかね生まれてきたら遡って有効になります問題になるのは流産しちゃった場合と流産しちゃった場合はその効果はどうなるかというと無効ということになってしまいますね。いいですかかねこれまあ流産しちゃっった場合どうななのの結局一番問題になってくるのは 流産の場合どうなのか。というね、えー、現実的にはそういったちょっとこうね、えー、なかなか辛いようなね、場面で出てしまいますけれども、まあ、流産だった場合どうなのか。B 代理人 A としての請求部分は、これは無効ということにせざるを得ない。B 代理人 A としての和解も、これも当然、契約としては無効というふうに考えざるを得ないと。こういうね、え感じになっていきます。はい。 まあ具体的な、まあね、えー、落とし、落としどこじゃないね、具体的なこう着地点ですね、えー、具体的な請求とかとね、絡めてまあ主張できる、まあ、考えれるように、ねえー、持っといていただくようにしてください。はい、えー、停止条件。まあそういったね、考え方です。 はい。えー、周期のところはまあ論じることないと思います。あんまりね。えー、6ページ。えー、横3、周期、死亡時で結構です。ね。えー、脳死を含めるかとか、まあそんなこと考えないでくださいね。えー、それも置いといてください。で、ただ、同時死亡の推定だけまあ相続がらみで中1中ね。そんな感じでしょう。まあタイタニックみたいな時代ですよね。えー、タイタニックみたいな時代でどっちが先に死んだかわからない中ね。まあそういった場面では、同時死亡と考えるというね。えー、こういう感じです。まあ、同時死亡と考えるイコール、互いに相続しないというね、えー。そういう話になります。はい。同時死亡の推定、まあ効果としてはね、えー ちょっとこう、えー、一気、一足飛びになっちゃうかもしれませんけれども、要は、お互いに相続しないというね、えー、そういう話だと思ってください。ね。えー、同時に死亡した2社間ですね。確かに論理的には0.1秒ぐらいお互い、ね、どっちかの方が早く長生きしたという可能性あるかもしれないけれども、それは無視してね、ね、えー、とりあえず同時死亡を互いに相続しないというね、えー、そういった、まあ同時死亡者間ではね、えー、その相続をし合わない、まあそういったお話だという、ね、えー、着地になるということを意識しておきましょう。はい。石能力、第2巻。 ここは条文あるよというところを忘れないでください。でえー、特に改正前民法を勉強した方にはね、うっかりっいうね、えー、そういうことが出てくるんですが、まあ、ここは改正民法で勉強した方はね、えー、ちゃんと条文で、ねえー、意識して、えー、見といてくださいね。3条の2でしたね。 はい。え、3条の2。意思能力失しなかった時には無効とする。というね。意思能力かければ無効。じゃあ何歳ぐらいで意思能力あるのか。というね。えー、これ結構微妙ではあるんですけどもね。えー、意思能力に関していくと、まあ、6歳、7歳ぐらいっいうね、えー、ことを言ったりするんでしょうけれどもね。えー、微妙っちゃ微妙ですね。えー、これ責任能力は12歳ぐらいっいうね。えー、言ったりしますけど、意思能力はだいたい6、歳ぐらいっいうね。えー、ただま、あそんな、 子供の契約とかね、出ることは、まあ普通ないかなというところで、むしろどっちかっていうとね、高齢者の認知症が激しく進んだ人とかね、そういう感じのところで、まあね、意思能力の無効と、意思能力無効の主張することがあり得るかなとは思います。はい。で、この意思能力無効の場合、条文適用ですね、無効の場合、不当利得じゃ、 あるけれども、ね、特速としてのね、121-2と、これを使っていくんですね。えー、703ではなくその特速というね、120の、121-2ですよね、えー、条文にすぐに飛べるようにしておくといいかなと思います。はい、121-2。 現状回復義務ですよね。現状回復義務。現状回復請求ができるということで、基本的には全額返せというね、そういう主張ができるんだよというふうに思ってください。はい。ただし、石無能力者の返還ですね。石無能力者による返還については2個、これがありまして、ここについては、じゃあ3個ですね。すいません。3個ですね。121の3個。現存利益に限るということで、爆打にすっちゃったというね、パチンコで全部使っちゃったとか、競馬行っちゃったとかね、そういうふうになっちゃうと、これは現存利益なしという、こういうふうな形になります。 はい、まあ、ちょっとここもね121の2も1項を使った上で3項というね、えー、そういう主張反論と位置づけられるとより的確ですどういうことかイシム能力この状態で。 高級腕時計の売買をしちゃったと。はい、で、いじ能力状態ではあったけれども、パチンコが大好きでね、パチンコで全部使っちゃったと。 はい、この時にまあ B から A に対するまず請求原因となる条文はというと1項から入っといてください1項から入っといてください反論で3項だよと。 医師無能力だったので、現存利益に限定される。まあ言い換えると、医師無能力です。利得がなくなりましたみたいな、利得消滅の反論。まあ利得消滅の答弁というね、そう,いう言い方をすることがありますけれどもね、えー、とりあえず現状価学請求、払ったものを返せ。それに対して利得がないから返せません。 というねそんな感じの3項はこれ反論だというねそんな意識持っておってもいいかなとは思いますはい、えー、これもこういう形で出ることもありよるでしょうね A から B に対して121の21項物の返還請求ですよねでこれに対して 代金の返還との同時履行の抗弁と。でこの代金の返還との同時履行に対して利得消滅の抗弁で返せるものはありまへんとこういう反論再反論ですね、えー、そういう形の使い方になることもあり得るでしょう。 はい、とにかくまあ、ねえー、まずは現状回復請求は出発点1項から入るというね、えー、それは常々持っておきましょうね。えー、現状回復請求については1項から入る、ねえー。いきなり3項に飛ばないというね、えー、まずは現状回復請求が考えられると。しかしながら、えー、石儲力者であるで。なおかつ賭博としてしている。よって現存利益はなくなる。なので3項によって返還、えー、請求はしなくてよい。まあ、こういう結論になっていくよと。 はい。まあ、条文の適用について、まあ、一個から落ち着いて適用できるようにね、えー、合わせて、一足飛ぶにね、特に、ま、せっかちな方ですね。えー、せっかちな方ほどですね、どうしてもいきなり三個飛ぶね。え、どうせ石の能力だろうね。えー、しかも現像利益だろう。あ、三個だ。はい、終わりってね。論文それで終わっちゃうかもしれませんけれども、ちょっと待てとね、えー、一個一個ちゃんと解きほぐすで、ね、えー、それはちょっとね、え、意識としては持っといてください。はい。次、行きましょう。こういう能力。 はいえー、すみません。石村能力のところごめんなさいね、えー。解釈論にちょっとなるのかなと思いますが、無交渉の まあ、できる人ですね、えー。そこがちょっとね、7ページの横の2、米印に書いてあります、えー。7ページ、横の2ですけれども、えー、下6の6の主張できるのは基本的には、表示者保護の検知から本人に限る。ないしは本人側に限るというね、えー、下6の6者の表示者側のみが主張できるというね、えー、そういう感じになるよと、こう思っておいてくださいね。はい。えー、向こうの主張検知はちょっとせん制限するよというね、こういう話でありました。はい。なぜか、表示者保護だからですね。えー、そういったまあ解釈論もちょっとね、出せるようにはしてくとよりいいかなと思います。 はいえー、行為能力、これも効力指定の要素で出てくることがほとんどです。なので取り消しですよね、えー、そこでまあ使う、ね、取り消し証の中でまあこういう効能力のこところを使うのかなというふうふに思ってください。はいえー、行為能力の制度の意義、趣旨ですね、えー、確実的に定めるというね、えー、これが行為能力の意義ですよね、えー、一定の類型の人は取り消し自由ありというね、えー、そういうふうにまあパターン化することで、相手からすると、まあ、取引安全。 に資するだろうし、本人からしてもイシ無能力という立証の困難を救済するというね、そういうまあ面もありますので一定類型取り消しというね、それはまあね両者にとってメリットのあるねそういう制度だなと思ってください。で、小説能力はこれ条文操作注意でしたね。五条から四条期というねそういうまあ感じでしたね。五九十三十七ここに取り消し原因ね取り消しの条文があるよというところをねておくといいかなと思います。はい、小説能力制度七ページ二番でいくと、括弧四効果ですよね。くしくも四条ずつ。 並んででおりますすけどねね特に13、17は4項目にあるということでちょっと探すのが、ね、めんどくさいところありますけれどもそれもちょっとね論文ではちゃんとピッと出せるようにねしておいてください5、9ここはもう一発でいけるかなと思うんですけれども13、17ですね134、はい、項で取り消すことができるですね17も同様です。 取り消すことができる。えー、取り消しの主張するときにはね、えー、この補佐人、それから非補佐人、非補助人ですね、えー、このあたりがちょっとこうね、条文を探すのがめんどくさいっていうね、えー、ところありますが、4条置きというね、えー、そこを持っとけばさ、検索もしやすくなるかなというね、えー、こういうところになるでしょう。はい。取り消しの効果。ここは先ほどの意思無能力のところとちょっと違います。 あごめんなさい、と、訴求的無効ですね。え、取り消すまでは有効。ね。え、ここがちょっと違いがありますね。え、取り消すまでは有効。ただし、返還義務については現存利益に限定するってね。え、こういう感じですが、さっきのところと一緒です。現存利益の限定は、利得消滅の公弁であるというね。え、そういう言い方をしておくようにしておく方がいいでしょうね。え、利得消滅の公弁に参考はなってるんだというふうに思っておくと、よりいいのかなというところです。はい。 次のページ。8ページに制度のまとめと書いてありますが、まあ一番やっぱ使うのは取消権ですのでね、取消権のところをしっかりとね、条文検索できるようにはし取え、さらにはね、取消しに対する反論として、まあ追認とかね、そういうのがあり得るかなというところで、まあ取消と追認は結構セットで使うことが多いというふうに持っておきましょう。8ページ制度のまとめ表にしております。まああの、セブンサミットのそれをね、そのまま残してますけれども、取り消、し追認、表裏ですね。 取り消しうるものは追認もし得るというね、えー、そういう関係で、取り消しと追認は表裏の関係というふうに戻ってください。択一でも一緒です。取り消しと追認は表裏と持っとくとね、えー、引っ掛けに合わなくて済みますからね、えー、これは取り消しうるけど追認できないとかね、えー、そういうふうな変な足に、ね、引っかからなくて済むかなと思いますので、これは裏表というふうに戻ってください。はい。から代理については、本人が 一定の行為ができないというのが前提です、ね。一定の行為ができないのが前提なので、未成年者と非公献人ですよね、えー。これに代理が認められるだけと、えー。非補佐人、非補助人は本人ある程度できるからということでね、原則代理権なしというね、えー、そういう感じになりますし、同意権。はい、えー、同意権についても、これちょっと趣旨がちょっと変わりますけどもね、えー、同意権、非公献人、同意しても、 めちゃくちゃなことするかもしれないっいう、ねえー、そういう趣旨ですね。これもペケのところをしっかりとね、理由づけとともに理解しておくといいと思います。はい。で、非補助人のところはこれペケになってますけども、これはどっちかなんですね。代理権か同意権かどっちかというね、えー、こういう趣旨で、まあペケというね、えー、そういう感じになっております。いずれかというね、えー、そういう趣旨でペケです。まあもちろんね、両方つけられることが審判ではありますけれどもね、えー、どっちかというのが原則だからペケだという趣旨で、えー、常にないという話ではないというのがね、えー、非補助人のところかなというところではあります。はい。あと4番。 論文ではこれね、えー、注意点に若干なるかなというところで、4番、相手方の保護と書いてますが、どっちかというと、取り消しへの反論という意識を持っといたらいいですね。4番全体は取り消しへの反論というね、こういう意識を持っといてください。はい。から、未成年取り消しだ。中けども、お前、騙しただろう。これ、十分ね、反論になります。21条ですね。えー、査術という反論。他には、法廷追認という反論。あるいは、 取り消しの事項消滅というね、えー、そういった反論ということで、まあこれは全部4番は反論というね、えー、そういう位置づけになるんでしょうね。取り消しに対する反論です。なので、取り消しが公弁できたら最高弁でこれを使うというね、えー、そんな感じになってくるので、まあ取り消しに対する反論というね、えー、これがこの4つの制度という風に思っててください。まあ4番カッコ3使うことはまあないと思います。論文ではね、4番カッコ3はほぼ択一というね、えー、そういう感じです。で、択一の時の 覚えやすさを意識して、カッコの3は書いておきましたんでね。カッコの3、えー、特に最国権のとこの効果ですね。カッコの C の効果ですね、えー。これ条文ね、4つあって非常にめんどくさいところであるんですけども、えー、再告した後どうなるか。ね、えー、追認できる人に再告したんだったら、追認みなしと。追認できない人に再告したんだったら、これは追認拒絶と扱う。 ね、取り消しと扱う。というね、えー。そんなことで、えー、ちょっと条文めんどくさいところでありますが、カッコのシーンね、これ覚え方も含めてね、えー、ちょっとこう縮めて書いてありますんで、えー、そこはまあセットでね、よかった卓一の時に役に立てていただけたらとは思います。はい。あとは、作術。取引安全が趣旨です。取引安全が趣旨ですので、ちょっと条文にはない要件に気づいてください。ちょっと21読んでおきましょう。はい、えー。21条。うっかりというね、えー、そういう感じになりますけれども、21条。 えー、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため写ずしを用いたときはその行為取り消すことができないという、ね、一応条文の文言だけ見ると信じさせるため左術この2つだけです条文の要件として文言からわかるのは信じさせるためという目的と 左術という客観的行為これだけなってますが趣旨はというと取引安全というのが入ってくるので相手の誤審というのが入ってくるね相手が能力者と誤審これがちょっとね要件からは、えー、21条の条文から出てこない要件ということでちょっとここは覚えておかなきゃしゃあないちゅうね、えー、そんな感じですなので9ページでいくとカッコ B 要件派ですよね、えー、相手方が信じですね信じたことですねええー、これをちゃんとね要件としてまああの論じる 形になるかと思いますね。えー、名文にはないが、えー、取引安全が趣旨なので、相手方が信じたことが要件となると。で、えー、それは本件では満たされるとか満たされないとかね。えー、そこはちょっと論じる形には、はなるのかなというふうに思っておくといいかなと思います。はい。えー、第4巻、住所、不在者。 え、第4巻、住所、第5巻、不在者、第6巻、失踪宣告ですね。えー、この辺はまあ論文試験、小試験では出にくいぞというところで、まあ一旦保留でいいですけどもね、実務出ると意外に使います。ね、失踪宣告ね。えー、これよくよく、まあ最近では起こり得るんですね。えー、住民票という制度がありましてね、えー、住民票を、まあ、あの、住所、なんだかな、引っ越してもね、 住所移転ほったらかしにしにてたと、えー、そうなるとですね、いつの間にか住民票が職権抹消されてるとかね、そういうことがまあ結構実務的にあったりするんですね。で、住民票職権抹消されると、その人の住所分からないですね、第三者はね。えー、どこに行ったんだあの人ってね。そうなっちゃって、不在者、どうしましょう。不在者管理人を選任するっていうね、えー、そういうまあ制度を実務では結構使うことがあります、ね。えー、住所分からない人、どうする 管理人を立てて、管理人を相手に裁判するとかね、えー。そういうことは結構起こってくるというところではあったりします。はい。あと、まあね、死んだだろ、こいつ、と思えたら、失踪宣告ですね。まあ、戸籍上、明治、元年生まれ。でも、死んだという記載はないとかね。どう見ても死んでるだろうとかね。そんな感じですね。これは、まあ、失踪宣告の、まあ、異上申し立てするとかね、えー。そんな感じになってくるよと。 まあ実務では時々使うかなという形でなりますけども、ここはちょっと視聴試験では使いにくいね、えー、卓越用の知識というふうに思ってってください。はい。えー、続いて法人入っていきましょうか。10ページです。 はい。えー、法人、自然人以外で権利能力主体えー、権利義務の主体となり得るものを法人と言っていきます。で、法人については権利能力ありっちゅうね、えー、そういう原則でいいんですけれども、目的の制限が、まあ、主張反論で使えるようにね、しおくといいですよね。えー、目的の範囲を超えたという時に、えー、その効果がどうなるかというね、えー、そういう形でここは、え、使われる、え、条文としては34がほぼ1本、というね、そんな感じになるのかなと思います。はい。えー、目的制限、どうするか。 はいえー、10ページの一番下3番目的制限の事例が上がっておりますででに皆さん会社法を一周で一周して学習したという前提でいくとこの例題ですよねええー、X の Y に対するまあ贈与契約の有効性ではなく会社法上のある代表訴訟の 規定ですね、まあ、ある時代ちかね。えー、代表訴訟の規定でね、乗っけて、ちゃんと議論できるというぐらいに、ね、しておいた方がいいですね。えー、1年目のこうね、えー、民法の学習の中ではちょっと難しかったかもしれませんけれども、えー、この、えー、10ページの3番の事例、えっ、ー、と、実際の八幡製鉄事件そのものは株主代表訴訟ですからね。株主代表訴訟の中で、実は目的を超えた、イコール、取締役の全管注意義務違反。 ですね、取締役の全管注意義務違反という任務形態があったというね、そういう主張につながってくるのがこの目的制限だったというふうにね、ちょっとここは、あの勝負との知識も、ね、合わせて、まあ、セットで見とくとプラスになるのかなという感じがします、はいえー。取締役の、ね、これは全管注意義務違反ですね、それにつながるまあ主張としても、ね、使えるところだよというところになります。はい、効果はどうなるか、目的を超えた、はい。これは一応原則として 権利能力の範囲を超えたということでね無効にするよというねそういう感じで考えますまあ文言に素直にというねそんな感じですよね、えー、権利義務を まあ、権利を有し、義務を負うというね、34条の文言から。まあ、これを考えると、目的の範囲を超えたら権利を有しないし、義務を負わないというふうに読むのが素直ですのでね、えー、ここは権利義務を制限した、権利能力を制限したというね、えー、そういう読み方をしておいてください。はい。ただ、目的の範囲に入るかどうか、4番、営利法人かいい中で変わってくるんですよね。えー、営利法人、金儲けが目的ですので、えー、殺人とか人を傷つけたりとかね、それ以外は全て手段に入ります。ね、えー、金儲けの手段としてね、えー、いろんなものがありうと、賄賂もね、金儲けの手段になるとちょっと変な話 でありますけども、ね、えー、とりあえずまあこのね、営利法人にとってみると、金儲けの手段は基本的に何でもやるちてうね、えー、そんな感じだと思っててください。政党への政治献金とかね、えー、そういったものもそうだしね、あるいはハニートラップかけるとかね、えー、そういったものも,もちろんね、これはもう手段としてあり得るというところになってきまして、まあ金儲けの手段は何でもありと、ほぼ、 目的の範囲に入ってしまうと。こう思ってってください。逆に、非営利になってくると、目的の範囲は厳格にというね、えー、金儲けが目的ではないので、えー、その目的との関係での手段は限定的だということになってきますね。えー、障害者のためにというね、そういう非営利法人がですね、えー、障害者のためではないものにお金使ったとかね、それはもちろんそれは違うだろうということになってきますね。えー、手段として関係ないじゃんということになってしまう。まあそういった意味で、目的の範囲狭くなってくるよと。はい。横さん。 法人と不法行為。まあ、あんま出ません。ね。えー、理事が、代表者が不法行為した。ま、あこうなったら、まあ、使用者責任の応用だと、こう思っといてください。ね。え七715条じゃなくて、えー、法人の代表者がおかしなことした。だったら、これは、一般法人法の78です。ま、あこれ使うことはあんまないかなと思いますね。えー、どっちかと会社法で、会社の代表者がおかしなことした。で、えー、会社が責任を負うか。だと、これは会社の350というね、そういう条文がありますので、えー、会社法でより、ね、で、えー、ここのところはよし、意識しといた方がいいんじゃないかなとは思います。はい。えー 12ページ第3巻、法人の機関ということでいくと、まあ、代表者、代理ですね、えー、代表者の行為、これが代表権を超えたとか、代表権の制限を、まあ、逸脱したとかね、えー、代表権の乱用があったという時にちょっとね問題になってきたりするでしょう。まあ、法人の機関のところは横の2がメインというふうに思っておきましょう。横の2は代理の応用ともタイトルに書いている通りですので、えー、代理の応用という形でね有権代理、無権代理。 有権代表、無権代表というね、えー、そういう発想で問題見れるという感じにしといてください。はい。えー、ここに書いてあるところ、まあちょっと1年目では時間がなく見られなかったところでありますが、一般法人法ですよね。えー、それのちょっと条文も再度確認しとくようにしといてもいいかなと思いますね。えー、一般法人法ちょっとね、ちょっと引いていってください。はい。えー、一般法人法の77。 一般法人法の77が書いてありますね、理事は一般社団法人を代表すると書いてありますので、これが要は代表権の根拠規定になってきます、まあ、有権代表ですよね、民法99で有権代理の要件がありますけどもね、有権代理、県名代理、それから法律行為と、ね、ありますけども、その代,代理権についてはこの代表の一般法人法77ですね、これがまあ一応根拠規定、これになってくるよという感じです。はい、でそれれに対するる反論としてて使われてくるのが 5項になるでしょうね、えーけえー、権限に加えた制限第三者に対抗できないというねそんな条文になっておりますけども例えばある法人があるとでその法人の定款において代表者はお金を借りてはいけませんとかね、えー、代表者にはお金を借りる権限ありませんとこうなるとその定款に反してお金借りた無権代表と。 いうことに原則になってしまい,ますい,いですかね定款上お金を借りられない代表者なのにお金を借りたとなるとこれは無権代表ということになるよとでその反論が5項と無権代表に対して反論が「いやいや私善意の第三者です」となので有効に扱われますとこんな感じでね77条の5項は無権代表という主張に対するさらなる反論としてね77条5項は使うよとある意味表権代理の簡易版 はい一般法人77条の5項これはまあ110条の簡易版というねそんな感じの位置づけにしておくといいのかなという感じでしょう。はい、<coughs> ということで、まあ、その辺の知識がまあ知識というよりは考えて出てくるようにするために、まあ、こんな図を作っといたらね、えー、いいかなと思います。 A 法人代表 B13、まあ、ページあたりね、えー、ちょろちょろと書いておきますけれども、はい、定款で代表に借り入れ権限なしとこういう事例にもかかわらず はい、C は A 代表 B に貸し付けをしたと。でまずは C から A に対する請求ですね有権代表としての請求がありうるということになります、はい、有権代表かどうかとで77条の1項からすると何か有権代表の請求は認められそうと。 ということになりますけれども、定款による制限とこれに対する再反論として七十七条の五項こういう関係になってきますね。まあシーとしては、A、に対して有権代表前提に 借入れ金の返還請求をすると考えられるとこれに対し A は定款制限を理由に支払いを拒絶することが考えられるけれども77条5項これによって C は全第三者に当たるのであればその支ですね定款制限の支障を排斥することができると、まあ、そんな感じでね支障反論を並べていただいたらいいのかなというところですはい、まあ、77条5項をね再反論として使うよというねええ表現代理の簡易版というねそんな感じを持っておいてもいいのかなというところです はい、じゃあ77条5個が使える場面ってどうなのかというとちょっと適用範囲をね、えー、再度確認しておきましょう13ページの2番のところですね、えー、13ページの2番適用範囲ですが括弧の2の括弧の A アンダーライン引いておきました定款と総会決議で制限される場合というふうにちょっと適用範囲は狭めです適用範囲狭めですはい定款と決議による制限 というねえー、そういうい感じですなので法令上できないとかね、えー、法令上の制限があってできないとかね、えー、例えば、まあ、ある特殊な法律があって、ね、その特殊な法人の特殊な法律の中では、ねえー、合併なんかができないとかってね、えー、そういうふうに書いてあるのに勝手に合併したとかね、えー、こうなるとこれは法令上の制限になるので77条5項の主張反論これはできないよと。 いいうことととにななってくるるよんですけれどもただそうは言っても、ねえー、さらに相手の反論が出てきます77条5項ですけれども括弧の2番括弧の B 法令による制限これは基本的に適用できませんがそれで諦める相手じゃありません C の立場で考えてください有権代理が無理でした。 一般法人法の775個が無理でしただったら他何があるとは民法がまだありますよね、えー、一般法たる民法がまだありますので民法の110条を使っていくとこれは当然考えられるというふうに思ってください、はい、で110条まあちょっとね代理じゃなくて代表なので類推適用という言い方しますけども実質は110条の適用ですよね、えー、これがまあ相手の反応としては出てくるよと775個これが無理だったら次に民法110と なのでまあ7七条5項の位置づけが分かっていればこのね主並びはそんなに難しくないと思います有権と表権の間にある、ね、簡易な表権代理というふうに思っておけばね110条にも先に77条五項使えばいいと77条五項無理だったら110とまあそれは自然に出てくるね主張、えー、反論になるかと思いますはいじゃあ定款制限はいえー、これを相手は知っていたとなるとこれはもちろんダメですけれども定款の制限が ちょっと事例さらに変えます定款で総会決議を要するのにまあ決議を経なかった場合ですねこの場合はどうなるかと。 この場合も基本的な構造は一緒です定款で総会決議要するのに減なかった決議必要なのに決議で代表権制限みたいなところと間近い、まあ、定款による制限であることは同じですので77条5項使っていただいてそれは結構なんですけれどもこの場合相手方が。 こういうい誤信が生じます決議下手者と誤信した場合とこれちょっと考えれるんですなそういった定款の定めがあることは分かってましたと相手 C ですね今回の事例でいくと相手 C です相手 C からするとそういう定款の制限があることは分かってたと。 まあ大体予測つきます。借罪ですからね。これは会社法を勉強した方からするとね、多額の借罪、あ、確かに厄介の制限あったなとかね、えー、そういう話と同じで、あ借り入れだから、何らかの内部的な制限あるだろうと、これ相手知ってるというのは当然あり得ます。でもちゃんと決議得たものと思った。これあり得るんですね。えー、相手がなんか議事録持ってきたとかね、えー、そういう形で、正しい偽造だったとかね、そういうのはあり得ますけれども、でそういう意味で相手が決議得たものと誤信した。 この時に相手の保護どうするか相手の反論ですよね、えー、主張として何があるのかはいこの場合も構造はよく似てますまず有権からいきますけれどもこれは無理ですで77条5項これもいきたいですがこれは定款制限は知ってたわけですから は使えないです権限に加えた制限について悪意であればは使えないですこの善意ですね、えー、まあ1年目でもちょっと言ったかもしれませんけど善意とあれば時期と対象でですすねねこれ注意です、ね、時期と対象善意何が対象かというと定款による権限制限です 権限限の制限定款による権限制限知ってたんだったら7七五の悪意になっちゃうのでこれは7七五は使えないと。でここでようやく百0条使うね。 はいまあ、13ページのところに、まあ、その辺の、えー、知識でこう羅列するとそんな感じになってしまいますけどもね、えー、実践的に論文の主張反論として構成するね、まあ、どっちかと,いうと主張主張主張というね、えー、そういう並びになってしまいますけれども、まあ、そういう、ねえー、整理ができてくるとよりいいのかなとは思います。はい、13ページ70、75項ですね、ちょっとこれね、えー、知識として、えー、定款とかその総会決議による制限ですね、えー、これがまあ対象だよと。だからその定款とか決議による制限、これを知ってたら、775は使えなくなると。なのでその場合には、 最後の110条の話に入っていくということにはなってしまうよということです。はい。えー、13ページ最後あと善意と来たら、まあ、無過失どうするとかね、その辺の話ありますが、基本的に善意としか書いてませんので、無過失は不要だというふうに思ってください。まあ、重過失を除くかどうか、これはもうね、会社法だったら除くことになるでしょうが、民法ね、えー、どっちでもいいです。ね、好きにしてくださいというね、えー、そんな感じです。まあ、自分で書きたければ書いてくださいというね、えー、そういうところになるかなというところでしょう。はい。 えー、一番下、13ページの一番下ですね。えー、110条の証券代理の可否まあ、基本的には広くできますね。110条の累積は基本的に OK というね、えー、そういう感じは戻ってください。はい。えー、あとは14ページ。 78条は不法行為のお話でしたあんま使うことないかなと思いますんでね。まあ、万が一ね、78条、え十、ー、77、78横に並んでますんでね、えー、不法行為的な請求も、まあなんか聞きたいような問題であればね、えそれは書いていただければいいと思いますね。えー、なんかこうね、よう分からないけど、外形標準施設っぽいね、えー、そういうなんか事案が書いてあると、ね、え内、ー、規では休日には使っちゃいけないの休日使ってたとかね、えー、そんな感じのがあると、あこれは78書かしたがってるなとかね、そんな感じになるんでしょうけども、まあそこは、えー、な、事案によりけりですね、えー、基本的には契約上の問題であれば77で 終わりですねで不法行為的な問題だったら78と、まあ、いうところで、ね、す、えー、み分けがな、えー、できるのかなと思います。はいえー、14ページ、えー、法人の最後締めとして権利能力なき遮断というね、えー、そこにちょっと入っていきましょうか、はいえー、権利能力なき遮断は民法ではランク低くても大丈夫です。ただ民訴で注意 ですね、どっちかというと権利能力なき社団は民訴で注意というね、えー、そういう感じになるのかなというところです。はい、権利能力なき社団、まあ、成立要件として、横の2番、1、2、3、4とあります、おおむね民法で書くことが少ないかなというね、えー、そんな感じのところではありますけれども、一応4要件ですね、択、え、一、ー、用としてはちょっと、ね、持っておいた方がいいかなというね、えー、そんな感じです。組織としての実態多数決原則で構成員の 入脱退に関わらず団体が存続。で、団体の主要な点確率。まあ、な、ようわからんなというね、ところありますが、団体の主要な点でのは、まあ、人金ルールっていうね、えー、これはまあ、会社法と同じところでありましてね、人金ルール。まあね、えー、その辺の、まあ、 基本、実体が備わっているというね、えー。その辺があれば、もうこれは、えー、権利能力なき社団として扱っていきます。はい。で、権利能力なき社団、まあ、権利義務がどうなるかというね、民法ではまあそういったところにはなってくるけれども、民訴になってくると、当事者としてどうなのかというね、えー、そういう問題に直結してくるね、えー、そういう話になります。はい。まあ、とりあえず民法の話題でいきましょう。で15ページの縦さもう一気にここに入ったらいいかなと思いますけれども、財産についてどうなるかというね、えー、そんなお話です。まあ、ここ、例題にしております。まあ、問題提起なんとかね、これもう1年目で、 え、言ってると思いますけどね。問題提起必須じゃないぞというね。当案上はもう絶対ね、書かなくても大丈夫というね。えー、そんな感じでいいと思います。あの、出題者、採点者によってはね、もう問題提起してないということでね、ペイケーする人いるかもしれませんけどもね。えー、そこは予備校だからというね、そう思ってくださいね。えー、実際のその本試験で問題提起してないからって原点っいうね、ないですね。えー、問題提起してなくて14位で受かった人いますからね。なので、そういう意味でも、この問題提起ほんまにいるんかっていうね。えー、そういうまあね、えー、疑問点はもう多いにね持っていただいて大丈夫だなというふうに思ってます。はい。えー、第権の帰属。えー、すいません、ちょっとね、えー ここに飛んでししままいましたけれども財産の帰属についてはどう考えるか一応は方形式上は共有ですいいですかね方形式上は共有ですので構成員に帰属という形になります民葬でもここの出発点は間違えない方がいいと思いますで民葬にもつながってくるところでありますが A 町内会これが B からある土地を買った時に所有権は誰にとこれが過去の1の問題ですわね。で 1>, まあ1年勉強した方にとってみたらあ,あこれはそういうと考えるんだとね、そこまではまあパッと出てくるのかなとは思うんですけれども、所有権は誰そういう、総構選員に相有的に帰属というね、こういう言い方をしますけれども、総構繊員、つまり、はい、メンバーがたくさんいます。 法人格が町内会にはありませんので A 町内会の所有というのは法律的には無理だとなのでメンバーの共有と考えるというのがまずは出発点になりますいいでしょうか形上はですね形上はメンバーの共有ですでもメンバーの共有にすると一人抜けた他にその持ち分が移転 し持ち誰かがメンバーが持ち分を売るとかねあるいは場合によっては共有物分割請求とかそういったややこしい話になるのでそれはやめようよと一人一人の持ち物じゃないよとあくまでも実質は会の持ち物というふうにしなきゃいけないので、はい、持ち分なき相友と考えると。 ここ、えー、のメンバーには持ち分権を観念しないそういう形に見ておこうと、はい、これ財産権の貴族のところです。 形上は構成員貴族にさざられません。でも実質は社団貴族と考えるべきと。これらの調和から財産については総構成員に相有的に貴族という、まあそういう言い方、ちょっとここはもうそのまんま言い方ね、えー、やっていくしかないですね。えー、総社員に相有的に貴族、まあ総構成員でもいいですけどね、総構成員に相有的に貴族と書かざるを得ないですね。えー、そういう形でね、えー、ちょっと意識はインプットしておくのが望ましいと思いますけれども、で、こうなると結局、 誰を被告誰が当事者になるかというと、原則、こうなりますね町内会をめぐる財産の裁判の当事者となるべきなのは、メンバー全員ですこれが大原則になるともとってください。 これ、当事者的確の大原則論につながってきますね。えー、民葬の当事者的確のこれ、直結しますんでね。ちょっと民葬の復讐という形になってしまって申し訳ないですけれども、これ、民葬の話でいくと、当事者的確、原則の当事者的確は誰と。こうなると、メンバーです。いいですかね。えー、メンバー全員が当事者になると。これが大々大,大原則で、メンバー全員ということは、これはこういう意思表的共同訴訟になるとかね、えー。そういう話にもつながってくるということで、ちょっと民葬的にめんどくさいね、お話にやっぱりなってくるぞと。こうなります。ただ、そうは言っても、 町内会のものだから町内会当事者にした方が勘弁だよねということで町内会に当事者能力を認めた上でかつね当事者的確ですねこれを認めてはどうかという判例があったりするわけですよねえそういったところでまあ民葬にねつながっていくお話ということでえちょっと意識しておいてくださいはい登記まあここはあんまりじゃないと地っちか択一かなっていう感じがしますけどね登記能力についてはこれはもうねえメンバーの全員の共有が原則です ただ、そうすると1人抜けては登記してね喜ぶのは登記官と市、ね、書士資産と、ね、それから税務署だけっちいうねそんな感じになってくるのでここは代表者にお任せ的な登記。 これをするというね。え、代表者に信託的という言い方はすま、まあそこは書かなくてもいいですけどね。え、代表者名義で登記するしかないと。え、遮断名義でやるとこれは、え、実態のない登記を許すことになりかねない。ね。え、遮断の代表者という肩書き付きもやっぱり同じ、ね。えー、実態のない登記を許すことになりかねない。従ってこれは、え、全員での登記かあるいは代表者に受託者としての地で、まあ個人名義でやるしかないというね。そういう考え方をとっていきます。はい。まあこれはちょっと卓一用ですね。ほぼまあロムで書くことは少ないかなというのが書くことだろうとは思います。 はい債務、こちらの方は、えー、財産のそういう、えー、財産のところの裏返しというねそんな感じで書くことあるかなという気がしますけれども、括弧の3、まあ、これは債務についても、ね、あくまでも、総構成員が形状の債務所と、こうなります。ただし、持ち分すらないので、基本的には引き当てになるのは実質、 社団のいう社団の財産だと。実質社団の財産となるものだけが、えー、その債務の引き当てになる。というね、えー、そういう感じで考えていきます。まあ一応、権利義務自体は、えー、総構選任、ねえー、形上は貴族。だけれども責任は社団財産にのみ。というね、えー、そういう扱いで、なんとかね、い、え、う、ー、という形にまあ沿わせるようにしていると。こんな感じですね。であくまでもね、えー、その実質社団が債務者なので、実質の社団が債務者になるので、代表者とか個人が責任を負うことはなくなると。 ね、えー。そういう考え方を、カッのようですね。取っていくんでしたね。はい。えー、その辺の、ま、整理ですね。えこ、ー、この、まあ、相うというものの裏返しをする。ね。債務の相う版というね。ちょっとわかりにくいところありますけれども。まあ、そういうふうにしておいてください。はい。これも同じ、被告的格というところにつながってきますね。えー、民訴だとね。えー、誰に請求するべきかと。総構生員を被告にするべし中ね、えー。そういうことになってくるわけで。 で、またこれ、こういうふう共同訴訟であるとかね、当事者的確であるとか、当事者能力であるとか、その辺がまためんどくさい問題出てくるぞという話になっていきます。はい。えー、過去の5。まあ、ここ、強制執行のところはもう、た必要になるかなと思いますね。えー、権利の度なく、社団に対してのね、えー、財産の、えー、強制執行と書いてありますけれども、はい。えー、この事例でいくと、登記は、まあ、代表者、仮に X にしときましたかね。 当期は代表者 X にせざるを得ないですで、X の再建者が差し押さえしてきたらどうする卓越用の問題になるかなと思います X の債権者が差し押さえしてきたこの差し押さえ有効になるのか言うとそりゃ X さんは何ら所有権を持ってないこう考えるわけですから差し押さえして無効になるのが原則だと。 一応こうなります、ねえー、代表者 X、あくまでもね、えー、受託者、お任せされた,た形での、まあ、名義になってるだけであって、実質の所有は持ってないんですよね、代表者ね。えー、なので、代表者の財産じゃないので、差少財は原則無効となると。でも、それじゃあ、債権者の方は納得いかないだって、当期見たら、この人の財産だと分かってるわけだから、そうなると、その外観信じたんだということで、94条二項類推中のがありうる、という話にはなりえます。が 94条二項粒数で有効になるかどうかちょっと卓越用の知識ですがはい九十四条二項粒数の要件を再度ちょっと頭に思い浮かべてみてください何かが書けます権利失うのは町内会です町内会に奇跡性があるかという話になりますね町内会としてはこれは代表者名義にせざるを得なかったわけでね虚偽の外観 作ったことに対してやむを得ない自由があるということで奇跡性なしというふうに考えていきますなのでこれ94条2項類似は認めません、ね、結論的には94条2項類似はこれ認めませんのでねこれは卓越用の知識でありますけれども、えー、奇跡性なしというね、えー、そういう処理にはなっていきますはい <coughs> 以上ですね。えー、とりあえず、まあ、そういうに関する、まあ、知識の確認ですね。えー、そういうに関してのまあ、理解の確認ですね。えー、理解の確認をここまででしといてください。はい。えー、17ページか、今度は客体のお話です。まあ、ここは言葉の学習というね、えー、恥ずかしい間違いだけはしないようにね、えー、建物が動産であるとかね、えー、そんなこと絶対言わないでね、えー、あくまでも不動産ですね。ちょっと不動産の範囲は少し広いです。 土地、建物、まあ、これは誰が見ても不動産ということでいいんですけれども、立っている木、これも不動産の一部というね、そういう形になりますよね、土地の定着物と、これ、意外に忘れる、ね、ことがありますので、17ページの一番下ですよね、不動産と動産と書いてあります、不動産、土地およびその定着物で、立木ですよね、これ、うっかりっていうね、そういうことがあります、不動産の一種ですので、立木についても、権利の移転、 その土地の登記ですねその土地の登記があることによって対抗要件になってくるという理解にはなりますのでね、えー、この定着物の対抗要件ね、えー、基本的にはまずは立ち木であれば原則としてその土地の帰属する、えー、帰属する土地の登記これが対抗要件になるとただそうは言うものの独立して販売の対象になるということで名人方法が例外的にあるというね、えー、そういう位置づけになりますね、はいえー、とりあえず定着物うっかりっていうね、えー、そういうことになりますはいあと建物のまあ知識ですけれども どっから建物でどこまでが倒産の建前になるのかっちゅう話が十七ページの一番下ですね。えー、結構早い段階ですね。屋根瓦と荒壁の段階ですね。屋根瓦、屋根,屋根とそれから荒壁ですね。えー、本当にまあ外観から見たらみすぼらしいねえー、極めてみすぼらしい状態でも建物というねえー、そういう扱いになりますのでここでまあ浮世の所有権の帰属ですよね。えこれと絡めたお話っちゅうのもあり得るよという感じですね。え建前の段階で放置されましたとでその後加工なんかがされてねでそれでえその浮世に ととして完成させたその時に所有権は注文者に行くのか、所有者に行くのか、とかそれと絡んでね、で、請負人の中にもね、途中で、え、請負人が変わってるという場面だったら、元の請負人なのか、それとも新しい請負人なのかだね、その辺の問題というのは出てきたりはするところであります。とりあえず、建物、建築物ですね、ちょっとここは、あの、所有権の帰属というね、その問題と絡めてね、少し注意のある、いるところになるのかなと思ってください。はい。え、他方でも、不動産以外については、動産です。え、立ち木であっても、 切られたらすでに動産になります。まぁ、あ、丸太ですよね。えぇ、ー、立ち木であっても切られた段階からもう動産という扱いになりまして、まあ動産178条論というね、えー、そういう字付けになっていきます。はい。えー、あとは言葉の学習ですね。 18ページ横の4、岩物と果実ということで、まあ、果実ですね、えー、天然果実も、まあ、これは思い出しやすいですが、法定果実、忘れないようにしておいてください。まあ、賃料ですね、えー、賃料債権ですね、これね、法定果実、賃料というね、えー、これだけでいくとちょっと、あ,あれなので、えー、法定果実、賃料という理解を、多分今までしてきているとは思うんですけども、厳密には、賃料債権ですね、これが果実というふうに思っておいてください。 なんでそう読むのちょっと定義の2文言です18ページ4横42使用の対価として受けるべき金銭と書いてますね受けるべき金銭ですから金銭債権を想定してますこれ仏上代のところの文言と一緒ですからね受けるべき金銭その他の物という言い方ねここは仏上代のところと同じ言い方です 物304、えー、ついでに文言確認しといたらいいですけれども、えー、304文言一緒です受けるべき金銭というそういう言い方してますはい304物条第、はいえー、売却賃貸無視損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物という、ね、そういう言い方してますが受けるべき金銭その他の物金銭債権です、ね、ええー、果実というのはこれ金銭債権等を想定していると債権というね、えー、これが果実になるよというふうに思とってくださいはい <laughs> あとは。 言葉の学習続き、また見ていきます。第二節。一物一権主義。まあ、言葉の学習意味からすると、なんかね、一つの物に一つの権利みたいな、そんな意味に取れますけども、逆でしたね。一物権一物主義というね、それが原則という形になっていきます。一つの物件の客体は一つの物というね、そういう意味が一物一権主義というね、そこに込められた意味でした。一物権一物主義ということで、独立の物のねなければいけない。ね、物の一部ではいけないというね、木に生えている葉っぱとかね、これに独立の所有権は認められないっていうね、そういう話が、ここの一物 一見主義のお話でした、はい、ただし、必要性があって、かつ取引の安全に害しない、ね、えぇ、ー、補助方法があるんだったらね、ここは認めていくよ。特に、えー、あるのが、分泌というね、この作業ですね。分泌すると別個の土地になる。それから、えー、大事な、まあえー、立ち木ですよね。え立ち木もですね、えー、とりあえず、命任方法ができるということでね、これは、例外的に一部実験式で物件の客体ですね、えー、物件の客体にはなりうるよと。 さらには、集合動産譲渡担保と言われるね。それも、例外的に工事方法。まあ、ないに等しいですが、占有改定ですね。これがあるので、しかも必要性もあるので、これは独立の物の客体、集合物で1個の物件の客体という扱いをねしていくというふうなところであります。はい。19ページ、主物、重物。はい。まあ、どっちかと重物の扱いに注意ですね。主物動けば重物動くというね。こういう理屈が、まあ、主物、重物ではちょっと入ってくるといいです。まあ、趣旨、合理的意思。 主物を売ったら重物買ったというふうに普通は思うだろう、ねえー。主物のみとかね。重、えー、物はベッドとかね。それはちょっとあまり社会経済的にも喜ばしくないと、ねえー。黒板と黒板消しの関係でね、えー。黒板と黒板消しセットで買ったというふうに思うのが普通だろうとね、えー。黒板だけ買ってもですね、またベッドを買わなきゃいけない。もったいない話だと。ね、セットだから価値が高まるとかね。えー、そういう話で、えー、合理的意思、社会経済上の利益。ね、その辺も考えて、えー、主物の処分、重物、ね、えー くっついて従っていくと、まあ、そういう,う話になっていきます。はい、要件は文言にね、ちゃんと、い、と、一個一個当てはめするという形にしておいてください。二番、事物の要件ですが、まあ、文言からね、常用に供する。ね、えー、継続的に、公用を助ける。付属するということから、近い関係で、ね。ええー、事故の所有する、属する他の物から、同一所有者。 他の物から別個の物というね、えー、そういう4つのまあ要件が出てきますけれども、あんまり意識せずに文言に当てはめする方が早いと思いますね、えー。そこのまでのね、4つの要件、1個1個になんか論点ある方ないんでね、1個1個の要件に論点あるようだったらね、そこはまあ意味が出てきますけれども、とにかくまあ文言に丁寧に1個ずつ当てはめするというね、えー、そういう意識があればもう十分だろうと思います。はい。えー、20ページ。 はい、えー、重物の扱い、主物動けば重物動くというね、えー、そういう理解で結構です。で、あとは重たる権利ね、流水適用しておいてください。まあ、あの、従たる権利の典型が賃借権でしたね。えー、建物の、まあ、えー、土地、ごめんなさい、土地の上の賃借権ですね。えー、これが、まあ、一応重たる権利の典型例ということになります。はい、1年目の段階ではまだね、えー、 この十たる権利1回目、学習したところではうんとねなったかもしれませんが十たる権利の下の方米印の後ですね、えー、ここはもうね、今の2年目の段階であれば読んでわかるというのは当然の前提にしておいてください、えー、建物、借地上の建物の売買ですね、えー、これがイメージできるようにしておいてくださいね。 はい、事案としては A が B に土地を貸しで B が建物を建ててそれを C に売りと重たる権利の字の字も出てきませんだけれども考えなきゃいけないのがこの重たる権利という話ですはい C としては建物を買ったのと同時に重たる権利として借地権も譲り受けたということになるんですねいいですかね こうなると何の問題が生じるっちゅうと所有権に基づく明け渡し請求がありうると。それに対して C は占有権限を主張すると。 AB の賃貸借と B から賃借権も承継したとこの占有権限のところで重たる権利を議論していくということになりますねでもそうなると借地権の無断譲渡だということでこれがやってくるわけですね無断譲渡解除だという話がついてくると となると無断上渡の中でいくと、配信的と認めたりない特段上という例外事論ですね、えー、そこがまた出てくるんだと、まあ、事案によってですけどね、えー、もしかしたらまあ、ねえー、そこはまあ事案。 もう初犯の事情、総合考慮という初犯の事情が全く書いてない事案だったら、ね、もう考えてもしらないかなということになるし、まあ、軽く、ね、信頼関係理論を書けばもう終わりということになるのかもしれませんが、まあ、主張反論として、あ,あこうなるなと、ねえー、そこはもう理解ね、今のだったらできるところだと思いますが、見なくても、ねえー、思いつけるようにしておいてください、ねえー。これはもうやっぱ請求から考えないと出てこない話にはなってくるかと思います。はい、請求、所有権基づく明けた請求から考えていく。で、その際、 被告の反論としては占有権限の功弁がある、A。B 間の賃貸借プラス、それを買い受けたというね、A、そういう主張だよと。で、その買い受けたとなるのは、それは重たる権利だからというね、A、そこで重たる権利の議論をしていくぞと。はい、その後の話は、え条文検索ですね、え612条とか、その辺の話になっていきます。はい、<laughs> 一旦ちょっと、キーもいいところですので、ここまでということで、前半を終わりにしておきましょうかね。え旦10分ほど、休憩取ってください。 はい、そしたらじゃあ後半の方に入っていきましょうか。えー、後半二十ページのね第四章以下を見ていくことになりますが、まああのテキストのね、えー、順番通りではありますのでね、えー、まあ一年目のお話も思い出しながらやっていくというのもありかなと思います。はい、二十ページ第四章法律行為創設と書いてます。まあ法律行為がそのものに関してはね、なんかこう面倒くさい概念がいっぱいあるんですけどね、えー、関連の通知とかね、えー、準法律行為とかまあいろんなこう面倒くさい概念ありますけれども、論文対策としてはあまりそこをゴリゴリとね、なんかこう分類して使い分けしてとかそこは必要ないの。 でねえー、常にまあここの、えー、第4章以下書くときには契約というものを念頭に置きながら、ねえー、見ていくようにしておいていただけたら十分です。第1節えー ここはもう民法総則のね、えー、常々ね、もっと期待意識で、えー、民法総則今どこやってるかというのね、絶対忘れないようにしておいてくださいね。成立要件の話なのか、有効要件の話なのか、効果帰属要件言ってるのか、効力発生要件言ってるのかねえー、そこの、どこの問題なのかというのはちゃんとね、え、位置づけちゃんと分類するというのはもちろんですが、どっちが主張するべき内容か、そこも含めてね、え、主張立証責任の所在というのもね、え、それぞれ分別、えー、判別できるように、ね、しておいてください。えー、一番、成立要件であればこれは、成立を主張する側ですよね。えー、契約で であれば約定債権かな？約定債権主張する側ですよねえー。これがもちろん成立要件言っていくしまあ、契約売買であれば物件的な効果も生じますので、承継取得。有側がこの成立要件言っていくと。 ということにも、まあ、繋がってはいきますよね。まあ、この成立要件、基本的には成立を主張する側が言っていく。それに対して成立すれば原則有効ですので、まあ、2番有効要件と書いてますが、基本的には無効要件というね、えー、そんな意識になるでしょう。効力否定側が言うのが2番というふうな感じですね。まあ、効力否定側が言うなよなければ、2番はもうすっ飛ばして OK ということにもなっていきます。はい。まあ、これね、冒頭でも言ったような話でありますが、客観主観両方あるよね。えー、客観的有効要件としては、えー、ここは、 例えば、工場洋服違反とかね、そんなのがまあ代表としてあるし、主観的有効要件であれば、能力と意思ですね。えー、能力と、まあ意思、表示ですね。えー、その辺に問題があった時に、えー、有効要件の,ものしお話になってくるぞと。まあ何が、その、有効要件の中身をなしているかというね、えー、そこのまあ分類だけはちゃんとね、えー、引き出しとしては持っといてください。はい。えー、3番、効果基礎要件が。 高速化帰属要件は代理代表ですよね。これが絡むときに、高価帰属要件の議論ですが、まずは有権代理。無理だったら表権代理というね、この二段構えというのを常々持っておいてください。はい。で、ちなみにもう代理ね、代理に絡んでなかったらもう3番すっ飛ばして OK ですね。えー、4番。 効力発生要件条件条期限なななければすっ飛ばし、OK、ですしてででのねあままり意識しなくいいいいかなと思いますはいえー、ここももう契約後のトラブルがメインであればね、この1から4、あえて論じる必要もないっていうね、えー、そういうことも多いかなと思います。契約後のトラブルであれば、原告側が契約上の請求をする。で、それに対して被告側が解除であるとか、ね、あるいは効果効、えー、拒絶であるとかね、未、えー、行拒絶ですね、そういったものを主張するとか、そんな感じで、まあ、あのー、ここの有効要件以下については、あのーほ、問題文で事情が上がってればというね、そういう流方付きで、 見ていただければ必要十分なところと思ってください。はい。 えー、成立条件。あんまりまあ、ガツガツ書くことはないと思いますが、えー、22ページ。意思表示の合致ですよね。えー、意思表示の合致。意思表示ってどの段階というと、外に出した段階ですよね。えー、外に出した段階で意思表示というふうに思ってください。内心で思ってるだけでは意思表示じゃないよというね、こういう話でしたね。えー、外に出した段階ですので、意思表示の過程、えー、22ページでいくと縦に丸4ですね、えー。この段階で意思表示があるということになっていきます。その前の段階についてはね、内心に留まってますんでね。で、内心の中でいくと、 同と公開意思ですねこれは95条の1項1号2号の使い分けにもつながってきますんでね、えー、ここは「効果意思」に錯誤があるのか「効果意思」じゃないところに錯誤があるのかね「効、え、果、ー、意思」の前提とした事情に錯誤があるのか、まあ、そこの区別のねところになってきますが「効果意思イコール法律効果に対応する意思」ですね、えー、2番丸の2の3行目、まあ、ここをちゃんとね、えー、要素として押さえておくと「売買」だったらこう。 賃貸だったらこう。で、えー、そんな感じでこう具体的に理解できるんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、とりあえず売買だったらね、えー、所有権移転とか債権債務の発生に向けられた意思ということなので、買いたいというね、この物を買いたいというそういう意思が公開意思ということになりますよね。えー、売るんだったらこの物を売りたいというね、えー、そういう意思が公開意思ということにつながっていきます。はい。 えー、まぁ、あ、バ,イバイであればね、大体、まぁ、客体と代金ですね。えー、客体と代金ね、これが固まってれば、売買の成立という感じで言っていくことが多いんですけどね、えー、客体と代金ね、えー、これがまあね、えー、決まっている意思ね、客体と、えー、代金に関する意思が、まあ、この公開意思だというふうに思っていただいたらいいんじゃないかと思います。はい、えー、成立要件どの段階で、表示行為が重なった段階ですね、えー、売り主の表示行為と、 買い主の表示行為ね。えー、これが外形的に一致ですよね。えー、申し込みと承諾の外形的一致。まあ、これがあれば契約の成立というふうに言っていきます。まあ、ただ、論文で書くことはあんまりないよというね。えー、そういう話をまあ、1年目でもしたかなという気がします。はい。えー、横の2ですね。えー、3両目のまずに B249 と書いてますけれども、これ、あの、あれですね。2年目テキストのね、えー、249のはずなんですけどね。すいません。これ、あの、編集の過程で、もしかしたらページずれてたらごめんなさいというね。そ <laughs> んなところでありますが、ちょっとね、え、ここはあの、テキストにね、え、手元の届け次第ね、ちょっと確認していただければ いいたただけたらなと思います、はいえー、横さん法律行為の分類についてはあんまり気にしすぎなくて結構ですまあ契約これが民法の検討の中心だというふうに思っておってくださいただまあもちろんね法律行為と言われるものにはまあ、えー、単独の意思表示だけで成り立つ単独行為とそれから、えー、複数のね、えー、2以上ですね、えー、団体における意思表示としての決議というね、えー、そういったものもまああるんだよというふうなところではありますはいまあこう見ていくと 民事系の検討対象ってほぼ意思表示なんだなというのがわかりますね。ええー、確保の1、法律行為、解除とかね、ええー、確保の2、契約3、確保の3、決議ね、ああ、会社法でもやったなとかね、えー、その辺が思い浮かぶと思いますが、まあ、意思表示っていうのがね、えー、民事系の検討対象の中心だというところもね、えー、こ,こからまあ、なんとなく推測できるところであります。はい、横4。 解釈ですね。あんまり書くことがないとは思うんですけれどもね。えー、これ書くとしたら、異言の解釈書くことは結構あり得るとは思います。ね。えー、本、本人が何を望んでこの異言を書いたのかというね。えー、異言の解釈どうするべきか。例えばこうね、えー、異言に相続させると書いてあると。で、この相続させるとはどう解釈するかというと、まあこれについてはね、えー、遺産分割方法の指定と解釈すると。ね。えー、本人からすると直接そのね、遺産分割を解釈することなくこの人に与えると。まあ、こういう趣旨と考えられるので、 で遺産文化相応の指定だと、まあ、こんな風に解釈したりすると、まあ、契約でも文言が曖昧なときですね、えー、これどう解釈するかという問題、確かに出てきますけれども、まあ、ここは文言が曖昧なときにお話が出てくると、こう思ってってください、遺言の方が書く可能性があるかなというぐらいに、ね、思ってってください、はい、はいえー、意思表示の解釈、まあ、法律婚の解釈と書いてますが、意思表示の解釈ですね、まあ、基本的には客観的に本人の意思を推測するというね。 客観的にです。だから第三者の目線で見て、本人何を思いたかったのかなというね、えー、それをまあ考えていく。客観的に見て、本人の意思を推測するというね、えー、そういうふうなこう、ね、目線を持っておくといいと思います。はい。まあ、あまり書くことないと思いますけどね、えー、とりあえず意思表示の解釈が、ね、必要な時には、そういった視点ですね、一般人目線で本人何言いたかったんだろうというのを推測するというね、えー、そういうふうな意識を持ってくださ,くださいはい。 第5章、有効要件。はい、えー、有効要件については、まあ、ほぼ書くことがなくなったかなという感じがしますが、工事労続違反ぐらいでしょうね。えー、確定性、まあ、こんなものあるわけないっていうね。えー、そういうことで、まあ、普通はないので、えー、流し読みで大丈夫でしょうし、実現可能性はこれもね、えー、利の、 でで扱うというとといころでありまして、えー、実現可能性も有効要件ではあ、りませんのでていくこれ、えっ、ー、と、民法では、という話になりますね。原始的な不能と後発的な不能。まあ、原始的瑕疵と後発的瑕疵ですよね。あんまり民法では、こう、区別しにくいね。えー、行政法だったら原始的瑕疵がね、え、取り、職権取り消しで、ね、で、後発的瑕疵が撤回でとかね、そういう分類しっかりとね、していくことありますが、民法ではちょっとね、どちらですよ、原始的な不能も、後発的な不能も、どちらも履行不能という分類で扱う。 使ってしまうというね、ちょっとこの辺は原始的、後発的というね、その分類が、民法でちょっとうら薄らいでしまっているというところはあります。はい。24ページ、適法性、あんまり気,す、ね、気にすることないと思いますが、強行法規に反する場合はダメですが、まあ、あんまりないですね。論文で書くこともないだろうと思います。はい。第5節社会的妥当性、公序良俗違反で、これ、公序良俗違反だけ書くというのもね、えー、まあ、ないだろうという気がします。むしろ、公序良俗違反の事例が来ると、何を疑うかというと、 不法原因給付、疑った方がいいと思いますね。えー、公序良俗違反はこれ708とセットですのでね、えー、90、708、この辺ちょっとセットで来るかもなっていうね、えー、ちょっとまあ90条と708がちょっと条文離れてますが、ね、セットというね、えー、そこは708ではね、えー、出たらわかるんですけどもね、えー、90のところで、んとうんいとね、そんな感じになるところ多いので、まあ、90と708はセットでというね、えー、そういう感じで持っとくといいかと思います。はい。ま、公序良俗の累計、いろいろありますけれども、まあ、誰が見ても非難されるような、そういうものですよね。えー、これ が公違反の典型例ということで、殺人契約とかね、暴利行為とか、誰が見ても非難の対象になるようなね、そういうものが、違反ととしして扱ってっいきます、まあ、民法で使うとしたらね暴利行為と賭博でしょうね。民法でよく出てくるのはね、暴利行為と賭博だろうという気がします。はい。じゃあ、動機の訃報をどうするかというところではありますけれども、まあ、動機の訃報についてはね、総合考慮というのが判例とは言われてますけどもね、総合考慮というのはまあ書きにくいんで、 書きやすさからすると、民法95条のね、動、え、機、ー、の作語みたいな、そういう扱いが一番いいと思います。ね、表示された場合には、とかね、えー、そういう扱いで十分だろうという気がします。まあ、95条で作語ありますよね、えー。95条の2項で、えぇ、ー、起訴とされていることが表示されていたときに限り、ね、取り消すことができると書いてますが、まあ、ね、で、え動、ー、機が。 表示されていて、ね、それが契約内容になっている場合に限って、ね、無効になると。まあ、そんな感じのね、えー、規範に、えー、書いていただいてもいいのかなということで、まあ、この2番、動機の訃報ですが、動機の錯誤というね、えー、それと同じ扱いしていただいてももういいだろうと思います。明示目次に表示された、ね、えー、それで契約内容になっていた、ね、それで無効にするっていうのも十分あり得る話です。はい。 3番、工事労続違反かどうか時代によって変遷がありますんでね。えー、これはもう契約時点で判断する。まあこれはも全科目そうでしたよね。行為時点で判断するっていうのも全科目一貫とね。えー、1年目の時にはふーんというね、感じで思ったかもしれませんけれども。まあ7科目改めて勉強してみると、見るとあ、そうだったなっていうね。えー、そこはまあ一貫してね、理解できるところだとは思います。はい。 えー、あまりここは考えてもしらないかなと思いますが、まあ、いつの時点でという、ね、問題になったら基本的には契約時点で、行為時点でという、ね、その意識を持っておいてください,、はい。25ページ、意思表示に関してですけれども、まあ、意思表示の有効要件、ね、93から96ですね、えー、これのまあ基本的な発想が横にですね、25ページ、意思主義と表示主義。まあ、その 分離。まあ、攻めぎ合いというね。そんな感じで条文が作られてますけれども、まあ、一行問題でもない限りは書くことないだろうというね。そんな感じです。意思主義の意義とかね、表示主義の意義とか、まあ、あえて論文で書くことは、ね、必要ないかなと思います。まあ、意思を尊重か、表示を尊重かぐらいのね、その言葉の意味だというぐらいの理解で論文では十分かなと思います。はい。 あとは93条以下をちゃんと使えるというねそっちのほうが大事ですで、えー、93条以下論文でねどっちが主張するのかというのも含めてね、えー、ちゃんと条文見てわかるようにしておいてくださいで93条以下ちょっと条文から言っちゃいましょうかはい、えー、93条以下ですがいずれも契約の有効要件という分類に入ってきます有効要件ですので効力否定側がまず言うんだということになりますよね そうすると効力否定側が心理留保だったらどれを言うかというと93条心理留保は原則有効になっちゃうので効力否定側が言うには93条1項正し書きですよね。これがが効力否定側が言う内容と いうことになっていきます。はい。で、たし書き、表示、えー、相手方が知りまたは知り得たときですね、えー、無効とする、効力否定側の主張する内容は、相手方悪意または有価質というね、えー、これをあい、えー、主張内容になっていくぞと、こうなります。はい。えー、で、しかも、心理順法であること、相手方が知ってた、イコール、虚偽表示に類似する、ということになりますので、2項ですね、えー、虚偽表示の全員の第三者、 規定ととと同様に93条2項が置いいてああるということでありましたね、はいえー、第三者法規定は第三者法規定でまた別途です。で第三者法規定は誰が言う中と第三者が俺第三者だというね、えー、そういう形で言っていくんですね。俺全員の第三者だだからその無効証主張は許さないというね、えー、そういう形で言っていくんでしたよね。はい え、誰が言うのか。93条。無効主張は正し書きですね。え、無効主張側が正し書きを言っていく。で、第三者が2項の、えー、第三者保護要件ですね。えー、これを主張していくというふうな、まあ、分類になりますが、事例の中で使えるようにね、えー、していきましょう。はい。えー、25ページ一番下第2巻心理留保。わざと嘘を言った。ですね。冗談でというのがキーワード。みたいな感じでありますけれども。まあ、心理留保、冗談でというね、えー、そういうふうにしといてください。はい。で、心理留保そのものを論文で聞かれることは、まあ、 ままずないいとと思います使うとしたら会社法です会社法の決議を書いた契約ですね、えー、そういった形で使うことがまあ,あり得るかなということで93条はメインとしては直接適用じゃありません類推適用ですその意味でちょっとね横のに、えー、1番のところかな、えー、25ページの一番下と書いときゃよかったなというふうに思うんですけれども心理療法93条ですが会社法 えっと、取締役会ですね。取締役会の決議を書く。代表取締役の。 九十三条一項正しがき類推と。となることがあるぐらいにしておきます。場面によって違いますので、一概には言いません。九十三条一項類推する場合っていうのは、どんな場合かというと。概ねですが。三六二。の。 条文とと絡むことが多いいと思います多額の借財重要財産処分と言われるやつですね、えー、これが取締役の決議を書いていたという時にどうなるか相手方としては、ね、決議書いたことについて悪意有うかであるということをね、えー、そうなると向こうも 支障を受けてしままううということいこになります、ねえー、決議書いたことについて悪意を言うすの相手方との関係では無効になるというね、えー、そんな感じで使いますがこれ決議書いた行為の効力会社法でもまたね、えー、お話あると思いますけれども、えー、この決議書いた場合でも自己株式の場合と譲渡制限株式の場合と、ね、まあいろんな場合があるんですけれどもね、えー、そこは 自己株式の売買契約。ね。え上、ー、制限株式の売買契約ね。ね、えー。決議書いた大統領の行為の効力って全然こう変わってきますね。えー、その内容ごとにちょっと変わってくるので、えー、ここは全部が全部93条とは思わないでください。ね。一定のものが93条ルースになるというね、えー。ここは会社法でのちょっとインプットの注意点というね。えー、そんな感じになります。決議書いた行為の効力。まあ、これはちょっとね、えー、要注意インプットポイントというふうにね、会社法で位置づけておいてください。はい。<coughs> まあそんなメモをね、ちょっと入れとけばもういいんじゃないかなと思います。まあ2年目このね、テキスト持ち運んでなんかこうね、やろうという方は特にね、えー、そこね、書き込んでおくと便利かなとは思います。はい。えー、26ページ。まあ効果については原則例外で書いてますが、無効主張する場合の書くの2例外ですよね。えー、これが、えー、無効主側が言う。ね、悪言う価値というのをね、無効主側が言うんだよというふうに思っておってください。まあ立証責任も合わせてね、確認しとくといいかなと思います。はい。横さん。 第三者法だ書いてますが、ばっからしいちゅうね。マンション5000万、100万であげるよと冗談で言ったら相手が真に受けたとかね。そんなことあるかっちゅうね、感じはするんですけどもね。えー、しかもどうやって売バ買イバイするんだこんなのってね、えー、気もするんですけれども。まあそういう若バ々カバカしい事案しかね、この932項では使わないので、まあある意味ほとんど出てくる場面少ないじゃないのっていうね、えー、そういう気がします。はい。まあここはね、えー、基本事例932項ね、えー。なんでこんな規定を置いてあるかっちゅうと、心理流法を相手方が知ってる。 イコール虚偽表示と似てるからあえて94条2項と近い条文を置いたんだというふうな、ね、それぐらいのところで、まあ、実際に使うかどうかは別問題というふうに思っておいてください。はい、ただまあ一応93条2項がありますので、まあ、94条論の議論がそのままスライドされます万が一出たら94条2項論がそのまま93条2項でスライドだ例えば何かというと善意 無価値を含むのかどうなのかとかね、第三者、登記がいるのかどうかとかね、えー、その辺、94条2項論がそのまんまスライドしてくるというね、えー、そういうことになりますので、まあ、ちょっとそこは万が一出たらですが、まあ、ほぼ出ないと思いますが、えー、94条2項と同じような論点をね、えー、2項のとこ、93条でもまあ論じるということはあるかもしれませんね。はい。まあそんなところでいいと思います。ね応用聞くようになりますね。もう大体2年目ぐらいになってね、問題解いていくと、あ九94条ではこうだったな、で、93条2項。 ね、94条2項を受けてね、似たようなも題だか作ったんだなと。ってことはロンってスライドでいいだろうとかね。えー、そんな感じでこう、応用力をどんどん効いていきますんで、あんまりこうね、ガツね、覚えようとかいう感じしなくても、思いつくね、えー、感じになるんだろうと思います。はい。えー、メインは虚偽表示かな。えー、まずはね、えー、この意思表示の中でいくと虚偽表示。えー、ここがまあメインのね、学習ポイントになるかなというところですが、まあ虚偽表示は、まあ、要件そのものは、あえて、あげて、 論じるまではないと思います。横のにね、えー、通謀虚偽表示と言ってますが、要は文言分解しただけですよね。えー、通謀相手方との、まあ、意思、ね、まあ、刑事。 方で行くところの、共暴に近いですね。意思連絡に近いというところありますね。意思連絡。これ、通謀と、こう思ってください。で、虚偽で嘘であると。で、意思表示、外に出した。というね、えー。そんな意味で、まあ、刑事法を学習した後にもう一回戻ってくるとなんてことはないのでね、えー。そんな話ではあります。横のに、通謀イコール共暴に近いね。意思連絡というふうに思っててもらったら十分だろうと思います。はい。で、えー、94条の、まあ、向こう ですね、えー、それがまあ一応ね。効果にはなってきますけれども、もえー、大卒との関係ではね、えー、その制限が加わることがあります。まあ、94条2項の典型的な場面ですよね。典型例。あえて書いときます。学習進んでいくと典型例ほどバカにしてしまうね、えー、ところが出てきますが、これなぜ典型例書くか、ちょっと類推との違いですよね。類推の場面とどう違うかというのをね、えー、ここ類推だ。これ直接適用だ。 区別というかしっかりとね認識できるようにしていてくださいすみませんなかなかちょっとフォーカスが合わないんですがずれてますね、うん、いけたかよし、えーはい、典型は仮想売買 です。はい AB 間で代金の授受とか引き渡しとかその売買の効果ですよねこれをする意思がないだけれども売買したことにするということで契約だけはしてるんですよね意思表示だけはあるんです AB が通じて嘘の意思表示ですねこれをしてるというのが典型です 意思表示が書いているる場合は流水適用にななりますねねこうなると、ね、いいですかね。売買を仮想しじゃなくて例えば、ねえー、A がとりあえず B 名義にしとかになってくるとねこれは要は売買がないのに名義だけ移したということになるのでこれは通報給業じゃないので94条1項2項の直接適用の場面ではないと。 といいうことになっていきます直接適用の典型例がどれなのかっていうのを押さえておかないとルース適用もね判別できませんのでねこれ基本事例はしっかりと大事にしといてください。はい、でこれを受けて一旦登記をしましたよでその後売買しましたよとで C としては仮想であることを知らなかったと対象は。 通報虚,、ね、虚偽のところを知らなかったと意思表示があることは知ってるんですよもちろん意思表示があるから B メグの投機になってるね当然 C としてはあ AB 間で売バ買バあったんだなというふうに思ってるはずですので意思表示のところはねこれは全、えー、役の対象ではないですでどっちらかというと通報虚偽のところですねここが、まあ、意思表示の善意、えー、の対象か善意の対象になっていきますはいこの時ですよね あり得るのは A から C への所有権に基づく消請求で A 所有 C 登記とこう言っていくんでしょうね。 でこれ要件事実までやっていくといろいろとこうぐ,ちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてくるんですけれどもあんまり要件事実みたいなところをねえ意識しなくていいと思いますとりあえず民法の世界では A としては俺の所有だというためにどういうかというと AB 売買あるけれども虚偽表示で俺のものだと、まあ、こういうふうにまあ言ってしまえばいいと思いますこれをねえちょっと要件事実勉強した方は A 元所有で,でその後 AB 売買があって 公弁で,でさらにその後の最高弁で虚偽表示があってでその後の最最高弁で9 4二項があってみたいな感じでこう理解をしていくんですけどもこういう理解すると論文が書きにくいですね民法の場合にはもういきなり最高弁以下からね議論が始まるっていうような場面も結構あるんですけどもね、えー、それに要件事実を合わせとったら論文がまどろっこしくなるだけなんでもうそこは原告所有というふうにざっくり言ってで A 所有というためには、まあ、元所有とか一旦ちょっと外して、ね、A 所有というためには例えばですが AB バイプラス b b 94条1個だと、ね、AB バイはあるけれども虚偽表示だったということで A の所有だというふうに言っていくとまあそんな理解でスタートした方が議論が早いです。 はい、民事実務基礎をね、えー、ちょろっとかじり始めてる方もいるかもしれませんけれどもね民事実務基礎をやり始めるとこの辺のね民法の議論がうーんとね、えー、なりうるところはありますが民法はあくまでも要件論ですね要件論という位置づけに思っておいてもらいたら結構です、ね、要件実ゴリゴリじゃなくていいんだよというふうにね、えー、ちょっとしといた方がいいかなと思います、はい、とりあえず A 所有ということでこう言っちゃうで C としての反論が94条二項論とね 無効、えーねえー、だと言うけれどもちょっと回ってと、ねえー、その無効は俺には言えないはずだというねこういう反論につながっていきますはいこれがまあ A が原告だった場合のお話です C が原告でという主張も実はありえます何かっいうと所有権に基づく明け渡し請求ですね これになると C が原告っちゅう番号も出てきます。こうなると C 所有というためにどうなるかっちゅうと元 A 所有だけれども AB 売買 BC 売買というふうに言っていくと。 でここに対しての C の反論あ A の反論ですねすいません94条1項で球技表示だと言われるので94条2項の再反論が待っているよと。 はい、C としては、承継取得の中で契約有効だという前提で主張していくんですよねで。それに対して A の側は効力否定するというふうな主張をしていくと。でそれに対して再反応で94条,2項94条2項が出てくると。こういう、ね、位置づけになります、はい。これ、直接適用のお話ですからね。類的解釈はダメですよ。これはね。えー、仮想売買という典型例、ね。これをちゃんと押さえておくと、ここは類推か否中で間違えるなんていう基本的なところで、ね、失点はなくなるとは思います。はい さて、27ページか、94条2項の、まあ一応創設と書いてますけれども、94条2項に関してのまあ論点集ですよね、えー。94条2項の趣旨、まあまずここは手短に書けるようにしておいてください。ね、えー、権利外観法理というところではありますけれどもね、えー、虚偽の外観、これについて、作出について本人の奇跡性があるというときに、えー、善意の第三者の取引の安全を図るとか、ね、善意の第三者をまあ一応保護するというね、まあ、そういうことで、まあここは手短に、ね、書けるようにしておいてください。キーワード、権利の、えー、虚偽の外観。 信頼保護ですね。えー、そこの辺と、と奇跡性化。ね、この三つをね、えー、要素にするというところでありました。はい。まあ、権利外観法では民,民事系のね、えー、かなり中心になってくる、まあ、勉強ポイントでありますが、まあ、実際の事例っていうかね、えー、実務出ると、 942項類スとか、まあ、ほぼ書いたことがないというね。<laughs> そういうことになりますけどね。えー、受験生にはおなじみのお話でありますけどもね。えー、実務的にはそんなに多くはないぞというね。えー、こういうのが、まあ、942項論ではあったりします。はい。あと、まあ、94条2項関係の権利外観法理ですね。場面ごとで保護要件変わりますよね。えー、善意無重過失になることもあれば、 本人の奇跡性がいらないとかね、えー、そういうになるものもありますので、権利外観理論と言われるものもね、えー、場面ごとで要件が微妙にちょっとこうね、えー揺れで、揺れ動いていくというところはあるよというのもね、確認しておいてください。はい。まあ特に、米印1ですね。27ページありますが、2行目。478と書いてます。 478って何だったっと、えー、純専有者弁済と言われるね、えー、話であるんですけれども、えー、実際にはね弁済の受領権者じゃないのに弁済の受領権者らしい外観を持っている人に弁済したっていうね、えー、その場面では本人の奇跡性いらないんでしたね478ね、えー、本人の奇跡性いらないしかつ善意無過失までいるというところで。 94条2項とはちょっと違うなと、ねえー。やっぱこれ場面ごとに要件違うというね、権利外観理論だからこの3つっていうね、えー、そういうふうにちょっと思い込まない方がいいかなと。場面ごとによってちょっとね、えー、話は変わってくるよというふうに思っておきましょう。はい。えー、あと94条2項のお話ですよね。えー、承継取得が無理だったときに、という話ですね。えー、94条2項論、特にね、えー、今回の事例でいくと C からの請求ですよね。承継取得が無理。 承継、ね、取得の主張をしたけれども1項で否定されそうそこでようやく出てくるのが94条,2 94条の2項論ということになりますね94条2項は要はいきなりは出てこないというところをね、えー、もう一度確認しておいてくださいね、えー、いきなり主張ね94条2項に飛びつかないというね、えー、これをこう心がけておくといいと思いますはい横六第三者まあここは当てはめすることないと思いますね、えー、新たな 独立の法律上の利害関係人とかね、えー、そこの第三者の当てはめすることはま,あまずないと思いますね。大体いい買い受けたとかね、提当権設定受けたとかね、えー、そういう話になっているので、まあ、第三者の当てはめすることはま,あまずないと思いますが、卓越用のまあ、ねえー、注意点として、新たな 独立の法律上ののどれかが否定されたら第三者から外れるというね。えー、そこの3要素というところはね、択一用ではちょっと持っておいた方がいいかなっていうね。えー、そんなところでしょう。はい。あとは第三者含まれるかどうかという議論。28ページの括弧の3番。まあいろんな人がね、えー、いろんな人っていうか変だな。えー、ちょっとまあ応用的な場面が出てきますが。28ページ括弧三3以下。これ論点単体では書ける。けれども、誰のところで書くか。 はっちゃめっちゃになっちゃってる人ね。えー、結構見ます。ね。えー、ここの、まあ、論点としては知ってる。転徳者含むか含むと。から、善意の第三者が、えー、あ、えー、なんだ、えっ、ー、と、善意の第三者が出た後の悪意の第三者が出た時に、えー、その善意の第三者の地位をそのまま引き継ぐとかね。論点とその結論をそのものは書けるんだけれども、どこで書くかがね、わかんないっていうね、えー。そういう人は時々見ます。で、これはやっぱりね、総則を主張反論で見てないと、どこで書くかがわからないというね、えー、そういう感じになってしまいます。はい。28ページ、ここの括弧の3番は取り分け、 まあ、あの、民法総則苦手にしてるなという方は、事例問題でかつ主張反論で常々意識するというね、えー、そういう意識づけを持っておくことによってね、えー、苦手意識が払拭できるところなのかなというふうに思います。はい、えー、の3。とりあえず、えー、の A の事例ちょっと見ておきましょうかね。例題。まあ、1週目でもね、えー、1年目でも見たところでありますけれども、軽くね、えー、基本事例でありますが、AB、仮想売買。 でその後いずれ受けに C が出てきたと。けれども C は悪意でしたよと。その後 D が出てきましてこの D が善意ですよと。はいでこの論点単体でいけばこの D が 94条2項の第三に含まれるかとここはまあ誰でも書けるんだろうという気がするんですけれどもじゃあ実際にどんな紛争起きんのと事例問題としてはおそらくですが例えばですが D の A に対する所有権に基づく赤字請求が認められるかというような形で出てくるんでしょうね。 はい、明け渡し請求ができるのかと、はい、明け渡し請求の可否に絡めて書こうと思うとまずはこれ、承継取得、原資取得という頭の発想がないといけないし物件だけ請求の中でいくと原告所有、被告占有がないとこれはお話にならないということになりますね、えー、原告所有、被告占有というために原告所有ですね例としてはまずどういうかいうと AB バイバー BC バイバー CD バイバーと承継取得をまず言っていくとけれども A からの反論として待ってるのが AB は虚偽表示ですよだから無効ですという反論が待っているので D としては次どうするかっちゅうねそんな話になってくるわけですね。はい、はい、D 所有遠線位を言わなきゃいけないと。 ABBBCBYCDBY これを切っていきたいけれどもこれが94条1項ですよと。なので例としてはどうすると。で例としてはいきなり自分が第三者ということはまずしないと思ってください。 転得者第三者に含めるかというのはさらなる派生問題であってね94条2項の直接想定しているのは仮想売買からの直接の譲り受けにですねこれが第三者であるというのを94条2項まずは原則的に想定しているわけなのでしかも例としては自分は虚偽表示と知らないわけですきっと C も知らないだろうということで。 D の証ですが、C が九十四条二項で保護されるプラス CD バイバイとこういえば自分は所有権消去取得できるわけですよね。これが第二の証にまずなるはずです。でこれが残念ながら C が悪意だったためにできないので。 D 自身が第三者として法定小形色するというような形に取れないのかとはい分解しましょうか別の形で D としてみたら ABCCD b, b C, C, D という小形色言いたかったでもこの ABC b, b C の AB のところでつまずいたとだったら ACCD というと。これが第二なんですね ACCD とこういうと。 C が94条2項で保護されれば ACCD と言えるとでもその ACCD も無理なので AD という直接の移転を主張するしかないとこうなってるんですね ABBCCD これが象形色で大原則ですで次の象形色的な証としては ACCD なんですねでそれも無理だから A から D というね94条2項の主張としては最後の主張に近いですね位置づけとしてはこの C のところが無理だから D の主張をしていくと こういう位置づけになります。はい。で、これどうするか。まあ、これはね、えー、権利外観法律の趣旨からすると、ねえー、虚偽の使用時知らなかった全員の取引の安全を図る、ね、全員第三者の取引の安全を図る、奇跡性ある本人の犠牲のもとに、えー、第三者の保護を図るという趣旨はだ、転得者にも妥当するからというね、まあそういったところで、第三者、転得者を含む、ねえー、そういった議論をしていくところになります。はい。逆にじゃあ、 CD の悪意がひっくり返ったらどうでしたか中途とこれはこれですよね。a C C と D の主観が入れ替わるということは C90 の2項プラス CD 倍買というねこれがまあ通るということになります。で問題意識としてはこれでいいのかというねそういう問題意識です。 は悪意の第三者にもかかわらずこの主張を認めていいいいののかとうううねね、えー、そういう問題意識なんです、ね、この下の括弧の B ですね「転得者 D は悪意ですよ」と。転得者 D は悪意なのにこの「全主が善意」というところでの証拠取得を認めていいのか ABBCCD という証拠取得ができないのは一緒ですけれども ACCD というのを D に認めていいかというねそれが括弧の B のお話と。 はい。証券職得と絡めた、ねえー、そういった主張反論をね、意識できると、より事例問題では困らないというね、えー、ことになるのかなとは思います。はい。まあ、基本的な問題点ではありますけれども、ね、主張反論に直すと一気に難しくなるというね、えー、そういうところが相続では多いです。ね、民法相続では非常に多いのがこういったね、えー、いきなりなんか知らんけども、物件の主張反論にすると難しくなっちゃったっていうね、えー、それはまあ結構ありますが、まあそこは落ち着いて、ね、一個一個やるしかないとは思います。 はいえー、とりあえず、この、ねえー、C と D の全約ひっくり返ったときには、この第2段階の、ね、CCD という主張が認められるかというね、えー、こういう位置づけにしておくといいと思います。はいえー、28ページ、一番下、全員いきましょうか。全、ま、員、あ、ですね、えー、とりあえず、辞典と対象ですよね。えー、これをしっかりとね意識しておいてください。辞典、取得時、第三者としての地、取得時で、まあ、要は契約時と思ってくださいね。ね、えー、第三者の契約時です。 その時点で虚偽表示を知らない、まあ、特に虚偽であることを知らないですね、えー、これがまあ一応全員の対象になっていきます、はい、で無昔失どうするか無過はこれはもう、ねえー、入れないですね、えー、奇跡性がでかいので無過までは要求しないという、ねえー、そういう考え方で十分だろうと思います、はい、29ページ横8陶器の用意これも論点単体では書ける、ねえー、そういう人が多いと思います 当期不要と、えー。結論を覚えるのは楽です。ただ、主張路のどこで出てくるんだいっていうね、えー、その話になると一気に難しくなるね。えー、これがまた当期の要否というね、えー、ところであります。はい。当、え、期、ー、の要否権利保護要件、それから対抗要件ですね。それぞれちょっとこうね、えー、使い分けも、まあ、意識できるとよりいいんですけれども。はい。当、え、期、ー、の要否例題ですね。もう一度、1年目で書いたのと同じ図になるかもしれませんけれども。はい。仮想譲渡ですね。 もう面倒くさい仮想売買と書くの面倒くさいのでもう94条以降と一気にね省略してしまいますけれども仮想上等ですね、A、94条以降典型的な事例ですでその後 B のところに投機がある状態で C に売却されたとでも投機はまだ B のものだよと で、C から A に「明け渡し請求できますか?」はい、こんなお話です、はい。要件との関係ではどこで書くんでしょうということですが明け渡し請求するためにはもちろん C 所有であることを言わなきゃいけない。 C 所有言うために AB 売買 BC 売買用としたけれどもこれが無理なので C が94条2項で所有権を取得すると。 で、登記ないから94条2項としてはまだ保護に値しないこれが権利保護要件としての登記の位置づけですねまだ登記がないので94条2項の第三者としては保護不十分だというふうになるのが権利保護要件としての登記の議論ですね、はい、まあ実質的にはまあ A からの反論で出していただいたら結構ですけども94条2項該当性を否定する これが権利保護要件としての登記だと。こう思ってください。ね、えー、権利保護要件としての登記、まあ、ここに対して。a. が。登記なし。九十二条二項被害等。にするかどうか。これ権利保護要件としての登記の,の要否。で、登記内案、また別もありますよね。 あんた登記ないから物件的請求認めないという単純な177の反論とまあどちらも A の反論で書いていただいたらいいんですけれどもね A の反論の中で書いていただいたらいいですけれども位置づけは違いますね、えー、権利法要件としての登記っていうのは要は94条2項の適用被害等ですね94条2項の要件被害等で対抗要件としての登記っていうのはこれは純粋に177の反論と。 こうなっていきます、はい、でそれぞれ登記なしという反論を認めないんですよね登記なくても宮殖条2項には該当するなので権利保護要件の登記はいらないこの反論は消えたじゃあ次1七七はどうなのかということで見ると A1 七七だ,だのためには登記の献血を称する正当な利益ですね、A、これがいるとでそれでいくと ABBC 全主後主の関係だからということでね、全主後主の関係で、全主というのは、これは第三者に当たらないと、こういう話ですね。これで第三者、177の反論もできない。こういうふうにしていきます。はい。そんなところでね、えー、一応まあ、その、 当期の予否というところについての、まあ、おそらくですが、多くの方ね、論述そのものはできると思いますね。えその内容そのものの論述は、多くの方できると思うんですけども、どこで書くのというと、まあ、おおむね A の反論ですよね。94条2項の主張が出てきた後の A の反論の中で、当期ないから94条2項としては、不十分だというふうに言うのか、それとも当期ないから、177の対抗要件の答弁。 これをするというふうに言うのか。えー、そこの違いですよね。えー、そこのま2つの、ね、主張の位置づけがちょっと変わってくるよというところをね、えー、再度確認しておいてください。はい。まあ、当期不要説でいいです。で、えー、判例通説そちらですよね。はい。えー、30ページ入っていきましょうか。まあ、対抗することはできないというね、えー、そういう言葉遣いで対抗できないという言葉はまあ、概ね全科目一緒です。対抗できないというのは、無効主張。 ねえー、これができなくなるというね、えー、そういう意味です。主張できないイコール対抗できないというね、えー、そういうところで、逆に言うと、ねえー、相手方からすると、ね、有効と認めてもいいし、無効と認めてもいいというね、えー、そういうことになりますが、なわざわざ虚偽表示で、ね、無効であることを認めるお人よしの第三者なんかいるわけがないのでね、えー、その有効と主張できるしなんてところは、まあ論文では絶対出ないというね、えー、そういうことになるのかなと思います。まあ、択一用ですよね。対抗できないイコール、 相手方からすると、有効と認めてもいいし、無効と認めてもいい、どちらでもいいっていうね、そういう解釈をしていきますが、卓一用だと、こうもとってください。はい。で、さらに、無効ですのでね、基本的には無効、第三者ですね、誰でもいつでも言えるというね、そういう感じは持っときましょう。はい。 えー、虚偽表示、20条と絡むと結構めんどくさいね、お話になりますね。横の10ですね。えー、30ページ横の10番ですが、20条と絡むと、177の場面になるのかどうなのかというね、えー、そういう問題が一気にね、運出することになります。はい、えー、カッコの1。はい、これもね、物件法との、まあ、絡みがあって、非常にね、位置づけが難しいところありますが、 にも省略します。九十四条一項の虚偽表示がここであった。他方で。B. C. 売,売買。の後に。A. D. 売買。 まあ2と3逆でも一緒です。逆でも一緒、はい、この時の主張は抹消等規制請求まあもしかしたら明け渡し請求が逆のベクトルになるかもしれませんけれどもまあそういった主張反論ですね主張反論まあ訴訟物としては D からの所有権に基づく抹消等規請求か C からの所有権を基づく明け渡し請求か。というね、えー、そんな感じになるのかなというね、えー、感じがします。はい。まあ、一応、真正時請求で行きましょうか。はい。えー、真正時請求です。えー D、所有言えたらいいですね。で、デ所有言うためには、D としては、AD 売買で承継取得。C としては、C の登記。ということで、請求原因は認められそう。で、C の反論ですね。もう、請求原因とかって KG と略しちゃいますが、 これでオッケーです。じゃあ C の反論なあにというところですね。物件的請求ですね。物件的請求の抗弁につながらないといけません。C としては物件的請求の抗弁として考えると、当期先に備えた。 1七七先立つ投機もういいですね所有権喪失の公弁ですね、えー、これを言いたいということになるはずですでここの第三者に当たるのかとすみませんいいこれ公弁ですね、えー、反論 公弁のことを、e、とを略していきますすけれどもですねえー被告の反論 C の反論としてみたら177これ言っていくとで第三者に C が当たるのかはい第三者に当たるためにはこれは二股関係ですよねえこれがあれば第三者に一応当たると全主・好主の関係では無理だけれども二股関係になっていればこれは第三者に当たるで C としては A を起点とした 二条とと類似の関係だとなので第三者に当たるでかつ先に投機備えただからあんたの所有権なくなったというね、えー、そういうふうに言っていくとこんな感じに支、ね、障、えー、が完成していくということになります。はい <coughs> からこれもね、えー、その虚偽表示と二重譲渡というところだけ見ると対抗関係と見るべきかみたいなね、そんなこう神様目線になるんですが、小反応で考えると C の177の反論の中で書くというね、えー、そういうことになっていきまして、まあ、そこももうね、えー、分かってる人と分かってない人でも全然運転の差のね、論述内容になってくるということになります。はい。 ま、ここちゃんとね、えー、請求訴訟物との関係でちゃんと意味のある反論でないとね、えー、これは、え、点につながらないという意識を持っとってくださいね。訴訟物との関係で意味のある、ね、えー、そういった反論にちゃんとしていくという位置づけを持っといてください。はい。えー、対抗要件として見るか見る。というね、えー、それで結構です。二重条と類似の関係だと。よって OK だと。ね、そういうつながりになります。はい。えー、31ページ。えー、虚偽表示の相手方からの二重条ということで、どっからの二股かってね、えー、この括弧の2番は、 から CD というね、二股関係で、これはあんまり論じる番組でもないと思いますので、31ページの過去の2番、まあちょっと練習問題をおち買ってから自分で、ね、考えてみていただいても十分かなとは思います。B を規定にした二重条とも、これも明らかだとね、なりますので、ここはもうそんなに悩まないと思います。はい。えー、横11、えー、物契約との関係ですね。えー、虚偽表示、えー、基本的には意思表示、 契約を想定すすることが多いです、ね、特にまあ売買契約なんてこれは学契約ですので、ねえー、意思表示だけで一応、ねえー、成立ということになるわけなんですけどもこの用物契約1年目でちょっと、ね、飛ばした可能性もあるんですけれども用、ね、物契約についてどうなのかちょっとこんな感じです、はい、仮想貸し付け。 仮想貸し付けなのでジュ,ジュなしとこう思ってくださいあ、逆だごめんなさい B が貸し主でした矢印の向きちょっとすみません急遽変更すみませんごめんなさいで、この貸し付け債券を C が買い受けたと こんなお話です。はい、債権譲渡が絡んでます。C はいずれ受け債権の履行請求を A にしたいということになるわけですね。はい。ちょっとまあ応用問題ですね、えー。論文でまあ出るかどうかと言われると何とも言えないね、えー。ちょっと出にくいだろうという気がしてるんですけれども、まあせっかくなんで練習問題だと思って考えましょうか。C の A に対する履行請求です。 い池債権履行請求ですので、債権の発生と移転ですよね。それが要件ですね。発生と移転、これが要件です。で、これが欠けてるんですよね、今回ね。受受なし。そもそも成立要件、満たしてないと。 ジュジュなしさらにもっと言えば虚偽表示でもあるという、ね、二重の瑕疵があるんですねこれね。「呪術」もないし虚偽表示でもあって二重の意味で瑕疵があるとこの状態で C が次の主張として九十四二項の主張ができるのかと九十四二項で債権の取得が 税の第三者債権発生みなしですね債権発生みなしとできるのかとはいこんなところです問題意識はここですね「授受なし」というところまでも94条2項は傷を治す力があるのかとあくまでも94条2項の本来の使い方は「 虚偽表示の部分の虚偽で無効だという傷を治すというのが94条2項の本来の使い方なんですね虚偽表示で無効だというところをまあ傷を治すというはずではない使い方ですよねこれね授受なしというところの傷まで治すというふうに見ていいのかとこれが横の十一のまあ問題意識だったりはします論文で書くことはまずないんだろうなとは思いますけどもねあくまでも誠実要件までの歌詞をね直していいのか、まあ、いいんちゃう 中間ですね。虚偽の外観。本人の奇跡性。で、かつ、第三者の取引先。三要素揃ってるからいいじゃん。というね。えー、そんな感じで、一応、累積適用。まあ、民事系ならではですよね。えー、とりあえず、累積適用。趣旨が当たれば OK だ。というね、えー。そういうラフな考え方で、まあ、趣旨が妥当するので OK だ。というふうにね、えー、していきます。はい。横十一まあ、あまりね、えー、例題解釈という形で、えー、書いてはいるものの、えー、出題頻度としてはそれほど多くはないね、えー、お話であります。はい。 えー、しかも、まあ、学生的消費対策という構成をすれば、なくなっちゃう。ね。学生的消費対策だということですれば、これだけの議論です。学生的消費対策だ。授受なくても、学生的消費対策なんで、OK だと。そうすると、9 4条2項の典型的場面だけが残るというね、えー、そんな話になってくるので、まあ、あんまりこうね、えー、議論としても意味のあるものとはちょっと言い難いね、えー、ところにはなっていきます。はい。 えー、あと、横12番、類推適用論ですね。まあ、受験生大好きではありますけれども、いきなり飛びつかないようにね、で大好きとはうものの最近の出題傾向、予備試験は特にそうですけども、なかなか難しい問題を類推適用でね、94条2項論では出てきてるなという感じがします。ちょっとこの横の12についてはね、えー、最後の、まあ一応類推適用の要件論のところでね、えー、ちょっとお話をしようかなと思いますけれどもね、えー、ちょっと予備試験の問題も絡めて結構難しいね、問題が最近出すずあるという意識はね、持っとってもらってもいいかもしれません。ほぼ6年に1回ぐらいの出題のね、 頻度かな、予備試験だとね、えー、そんな感じでこうルー、えー、なんかローテーション回ってる感じがします。はい。で、えー、流水適用、まずはこれ、どんな問題でもそうですが、類的いうときには、直的できないのが大原則だとね、直的できないということをまず書いてください。ね、えー括弧の1えー、ちょっと書いとけゃよかったなあ、すみません、どっかで書いてるはずです、直的できないことを絶対書くっちゅうね、えー、すみません、書き忘れてるかもしれませんね、えー、直接適用できないことをまずね、しっかりと書いておいてください。ね、えー、直接適用、何ができないのか、 虚偽がないのか、それとも通報がないのかね。つまり、意思表示がないのか。ね。えー、通報、虚偽、意思表示。まあ、三つ要件あったわけですけどね、えー。そのどれかが欠けているというところをね、しっかりと示してください。いいですかね。えー、通報が欠けているのか。 虚偽が欠けてるのか、まあ、虚偽がかけてることはまずないと思うんですけどね、思表示が欠けてるのか、通報と思表示どっちかが欠けてると、ないしは両方かけてるというね、えー、そういうことも多いと思います。勝手に移転統計したとかね、こうなると、通報もなければ思表示もないということになるでしょうしね、えー、そんなことで、通報が欠けてる、る、思表示がかけてる、どこかけてるか、まずはしっかり示して、直的できないことを示してください。で、第三者の次の主張として、累的の主張があります。で、 問題提起しない書き方にする方が楽です。これね、問題提起をするね、書き方してくると、ものすごいこう、まどろこしい書き方になるんですけれども、問題提起しないで、結論先行で書いたら結構です。ね、えー、直的できない。しかし、以下の理由から、類推適用を認めるべきであるというふうに書いていったらね、えー、論文としても短くね、コンパクトなものが出来上がりますんでね、えー、結論先行でここは書いちゃえとね、えー、そういうふうに思っててください。まあ、大体そうですけどもね、類推適用論は、 結論先行で書くと書きやすいというね、えー、そういう感じになるかと思います。はい。えー、31ページ一番下ですね、えー、通報協議表示が存在しない場合と書いてありますものの、えー、これもやっぱ主張反論の中でね、書いていくようにしといてくださいね。はい。まあ、あとりあえず主張反論自分で書いてみるというね、えー、そういう練習をさらにここでもしといてください。はい。えー、税金対策として、自分の建物を B の登記にしておいたと。 ところ B が勝手に打っちゃったと、はい、この時においおいおいとちゅうことで A から C に抹、まあ、消等規請求をしていくと、はい、でまあこれは A としては 俺のもんだと。言うしかないね。A 所有、C 占有というところをまあ言って、返還請求していくと考えられると。AB 間に特に取引もないと。まあそこも書いてもいいですね。AB 間に特に売買もなく、A 所有のままであるとして、占有す、まあ、え、陶器を持っている C に対し、まあ、所得席することが考えられると。 はい、所有権もつく衝突請求ね、まあ、確かに要件羅列して書いていくと長くなるんですが、今言ったようにね、A としては、ね A、B に対して売った事実もなく、A 所有のままである建物について、C が登記を有しているとして、衝突することが考えられるというふうに3条ぐらいで、ねえー、終わらせてしまって、結構ですね、書き出したねで、その上でもういきなり C の反論に入っていいですよねで、C としては、B 名義の登記があると、AB 売買、BC 売買。 これれを言いたいたけれどで AB に売買がないということは C は90条2項の直的もできないとこうなりますね、はいえー、とりあえずまあ請求原因としての A 所有 C 投機こちらはどちらも〇〇です OK ですが C としての反論ですよね AB 売買これもありません 94条2項これもありませんとなので94乗2項累積をするかとこういう流れを作ってください。 はい。まあ、手控えで書くときには類的がめんどくさいので、僕、ひらがな類推とね、えー、やりますけれどもね、えー、あるいはもう丸るとかね、そんな感じで、もう手控えで書くときには一気にね、えー、省エネをしてしまうという感じでいいと思いますが、はい。えー、請求原因ね、A 所有 C、C 投機ということで、ま、主張していくと。これに対して C の反論ですよね。AB 売買、BC 売買という承継取得を主張していきたい機体。で、ね、えな、ー、しはま、これ所有権喪失の神戸でいいかな。えー、C としては、A、AB 売買があるとして A の所有権喪失言いたいけれども、その事実は存在しないと。 でなおかつ AB 売買がないということは90の条2項の直接適用もできないとしたがってその AC 証券取得もできないこうなりそうだとじゃあということで累積適用に入るとこういう流れですよね、えー、とりあえずまあ C としてはこれは公便は所有権喪失の公弁になるかなというね、えー、そんな感じでしょうかね、えー、C の反論は所有権喪失の公弁ですで所有権喪失の公弁として AB 売買 登記上はおそらく売買として登記されてるはずなんでね。えー、どうかなちょっとわからないね。この間の事例と登記で、保存登記だから何とも言いませんね。AB 売買バーないということになるかもしれませんけども、えー、ちょっと何とも言いませんが、まあ、承継取得。これを言っていく。これ無理だ。で、非正事がない以上は直的もできない。なので、類的だ。というね、こういう流れを作っておいてください。はい。えー、32ページ解釈は、まあ、お手のものだと思いますね。多くの方からすると、ねえー、ここの解釈そのものはそんなに難しくなくね、理由と結論がパパッと出てくるというね、こういう状態になるのか なと思うんですけれども当てはが、探す区の当てはめ,、ねえー、てはめ1年目でもちょっと言ったと思いますけれども虚偽の意思表示虚偽ってのはこのは嘘何が嘘かとちゃんと示すね32ページに書いてます、ねえー、真ん中あたりに、ね、星印でアンダーラインを引いておりますね、えー、虚偽のちゃんと反真実ね、ね、えー、書いてください真実はこうなのに、えー、こういう外観があると、ねえー、真実は A 所有なのに B 名義の陶器があり虚偽の外観があると。 こういう感じですよね。えー、虚偽の言うときには、反真実と真実のところをね、ちゃんと意識しておいてください。これは詐欺の、えー、刑法で詐欺を言うときも同じですよね、えー。嘘、何が嘘かとね、えー、ちゃんと示してください、えー。本当はこうなのにというところをね、えー、ちゃんと書くようにしておいてください。まあ、多くはね、本当のところを書き漏らすことが多いです。 真実はこうなのにというね、そこを書き漏らすね。こういう嘘を言ったとかね、そういうこういう嘘だとかね、えー、いきなりこう嘘を書くことはね、えー、慣れてることが多いんですけども、本当はこうなのにというね、それちゃんと入れた方が論理的で読みやすいです。はい。さらに、奇跡性もぼんやりと悪いところみたいなね、そういうふうにする人がいますけれども、ここも、意思に基づく関与ですよね。意思的関与ということは、まあ、使っていただいて結構だろうと思います。ね。意思に基づく虚偽の外観作出と。 いうの医師に,、ね、に基づく関与とこれをちゃんとこう、ねえー、指摘するねぼんやりと奇跡性では足りないとこう思ってください,、はい。から過失については場合によりますが、ね、注意義務違反 ですので、えー、注意義務違反、ね、えー、ちゃんとその注意義務を特定して違反があると、本人確認義務があるのにもそれも怠ったとかですね、えー、そういうふうなまあ注意義務違反を過失、ねえー、ちゃんとまあ無過失まで要求するなんですら、ねね、無過失まで要求するならば、えー、無過失、ね、注意義務違反、ちゃんと認定しなきゃいけないと、注意義務違反がないぞというね、そこまで書いていくことにはなっていきます。はい。で、なかなか難しいのは、110との絡みですね。110との絡み。 1>, まあ1年目でもある程度理解したところでありますけれども虚偽の外観これが相手が信じた外観ですね。 虚偽の外観は相手が信じた外観これを指すことが通常ですで、これがイコールで本人作出となるんだったら 110使いませんのみでで結構ですただこうなることがあるんですよね。本人が作った外観がちょっとちっちゃい外観でそれを超えるものを第三者が作出して虚偽の外観が出来上がってと。でそれを第三者が信じたとこうなってくると。 94条2項プラス110とこうなります。でそこの110乗類推論をどこに位置づけるかどこにこう紛れ込ませるかですがそれは工夫によっていくらでもできますで、三32ページの解釈のところはそういう工夫にさせてもらってます。えー、要要件件ですね3要件を 外観への信頼というところもとどめてしまうんですね。で外観への信頼を務めた上で当てはめの中で。奇跡性のところを先に論じることになると思います。虚偽の外観。本人作出したものなので。外観への信頼は。九十四条二項の通り。無過失までは不要であると。いうふうにするのか。まるいの奇跡性のところの当てはめが例えば。 相手の信じた外観が、本人の作成した外観を超えていると。こうなると。百十条の法囲も踏まえて、丸三については、税無過失を要求すると。いうふうにして。 進めていけばいいいけばと思いまだからそのね、えー、規範を立てるときのね、えー、その要件の立て方ですけれどもね外観への信頼にとどめるとこうしておくと百十条論とかもね後で織り込みやすくなってくると思いますので、えー、そこのまあちょっと工夫ですね、えー、これもしてるここの解釈論だとこ、えー、解釈のねそこの数行ですけれどもね、えー、短い、えー、5行で終わらせてますがそこはあの百十条論も書きやすいようにしてるんだとねえー、奇跡性の当てはめは絶対先にするでしょうからね奇跡性の当てはめした後で丸のその奇跡性の要件を踏まえて あえて丸の山についてはこれはこう考えるというところを後で触れて当てはめをさらにねしていただいたらいいよというふうにしておいてください。はい。だからそれも当てはめの中にもそれやってますよね。丸の山についてはね、えー、外観検査自ら作成したのであれば極めて強い奇跡性があるとこの場合には、ね、第三者全員のみで足りね、えー、丸の山も満たす。これがだからね、えー、第三者に出した外観が本人が作った外観ではないとなると百十条の方位も踏まえて。 すまで要求するべきだとこんなふうに書いて全員無過失の当てはめを次ねしていただいたらいいという流れにしてくるといいと思います。はい、ということで、まあ、虚偽の外観の作詞の規跡性ですね、えー、虚偽の外観への本人の直接の意思的関与か間接の意思的関与かこれによって変わってきますね直接の意思的関与であれば94時にこう1本で結構です直接の意思的関与じゃなければ110入れると。 こういう感じでね、えー、しといてもらったらいいかなと思います。はい。悩ましいのが、まあ、33ページですかね。えー、33ページの、まあ、平成18年判決。あ、すみません。次の、次のページかな。ごめんなさい。えー、34ページになっちゃうのかな。34ページ。はい、えー。過去の例のパターンになるのかなと思いますけれどもね。えー、真実の権利者。 の積極的感はないけれども、その不注意で外観が作出されたってね、どんな事案やったって言うとね、えー、本人の目の前で売買契約書だっきものが取り交わされてると、ねえー、本人からしたらよく、ね、えー、積極的には関わってないけれども、何か目の前で止めようと思が止められたってうね、えー、そういった不注意があるというね、えー、そういう事案でした。積極的に虚偽の外観を作出する意図まではないので、直接的ではない。 わけですね、えー、積極的に虚偽の外観を意思に基づいて作出したとは言えないので強い奇跡性とは言えないとしたがって110条の方位も踏まえて税務過失を第三者に要求しますこういう流れなんですね。からここもねちょっとまあ積極的な関与というところがねまあ、一つの分かれ道になりますよね虚偽の外観そのものに本人の意思が直接関与しているということであればこれは94条2項1本で OK。 ね、えー、第三者の保護要件過重されるのは、えー、これはあくまでも本人の積極的関与はない場合と、ね、えー、そういうふうにまあ位置づけとけばいいのかなというところです。はい。えー、まあ一年目でもね、えー、かなりがっつりと時間とってやったところでまたやってるぞというね、そんな感じがするところがあるかもしれませんが、まあ虚偽の外観、本人がね、直接そこに関わったかというね、えー、そこをまあ大きな分かれ道にしといていただいたらいいでしょう。はい。 えちょっと難しい問題ということで32ページにちょっと戻ってしまいます。アドバンスに入る直前ですね。 はい、えー。23予備29予備参照というね、そんな風に書いてありますけども、えー、29予備参照の次の量に書いてるね、賃借権負担付きの所有権と信頼したのはその通り検証国と書いてます。これ23年の事例になります。で23年はね、えー、結構まあ、あの、世の中にいろいろとこう出回ってるね、い、え、ろ、ー、んなものが出回ってて、えー、まあ参考となるとかもいろいろあるので、まあいいかなというね、感じがするんですが、29の方がこれ結構なかなか難しい問題でね、えー、ちょっとまあ今から若干ね、29に、えー、若干アレンジした問題はね、えー、ちょっとだけ、 モ入れてね、えー、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうふに思いますがその前提として90条二項の権利取得ですが信じた通りに権利取得とこれはちょっとねキーワードとして持っておいてください信じた通りの権利取得というね、えー、そこをまずはちょっとねベースとしては持っておってくださいて図を作っちゃいましょうか。 えー、A がある土地を持ってたことにします。ちょっと29年の事案の直接、これは建物だったかもしれませんね。建物だったかな。えー、A が B に売ってます。けども、当期は、そのままにしておりました。で、この B さんがですね、まあ、法律的なことは全くと言っても無知。で、 言ったけども私が管理しておいてあげるからってね、えー、その方が安全でしょみたいなこう言いくるめてですね登記はそのままにしてたみたいなそんな事案だったんですけどもなんだかおかしいぞというふうに B が親族に言われてね次どうしたか登記ちょうだいというふうに言ってどんな登記したかっいうと譲渡担保契約を結んだことにしたと。 嘘の譲渡担保契約を結んでその登記をしたんです A から B に本当だったら売買の登記をしなきゃいけないところ譲渡担保の登記をしたみたいな形になっていると思ってくださいでその後 C が を見ましたあ譲渡担保がついてんだなとまあ例えば「非担保債権500万」と書いてあるとこれをまあ C としてはそのまま真に受けて買いまして「あ500万払えば俺のもんになるわ」と。 こう思ってるんでしょうねで A から買いましたでその後ですけれども C から B に500万提供するから当機外してよというふうに言ったら B が拒絶したので強託しましたとまあ事案の流れとしてはふんふんふんとまあなんかそんな事案もあるのかなという感じはするんですけどねはい C からは どんな請求があるかと,いうと、まあ、末登記求めるっていうことになるんでしょうねでこの抹消登記請求求められますかというのがこの29年の予備試験の問題。まあ、ちょっと若干事案は違うところあるかもしれませんがほぼ趣旨としてはこういう内容の問題であります。 94条関係するのと <laughs> 気づかないなかなか気づきにくいところあるんですが落ち着いてこれも物件的請求だよというところが入っていけばなんてことはないんですこうですよね等級要件ね C 所有 B 等級 C 所有というために C としてはどういうふうに言うっつったらこれ得得普通まず言っていくんですよねどんなふうに処刑したの C としてはどういうふうに思ってるのというと。 譲渡担保設定者の A から買ったで500万提供して供託してるから受け戻したと思ってるんですよねこれで私の所有になったと思ってるはずです。 取得ですね C としてはどうやって自分の所有になったというかっちゅうともともと A が所有してたけども譲渡担保に設定したという登記があるんですからまあ譲渡担保設定したとそのまま思い込んでるわけなんで譲渡担保権設定者から譲渡担保の負担付きで買ったとでこの譲渡担保の負担を解除するためにしして受け戻したとだから所有権は私のもの戻ったとこう言いたいわけですよね。 論点から入ろうとするととんでもないことになりますが当事者の言いたいことから入っていくとなんてこともなくなりますで、ここですよねこれが虚偽表示なわけですからいやいやいや虚偽だとは知りませんでしたと信じた通りに取得したいですという話につながっていくと 譲渡、はい、担保権者 A からの売買というねここがもそもそも虚偽表示なので、えー、これで、えー、所有権、消得することはないということになるかもしれませんけれども信じた通りの権利取得という2項ですよね。信じた通りに権利取得するんだという要件を満たすかどうかとこのような感じになっています。 いいでしょうかこれがちょっとだけで本当の資本試験ではさらに難しいことになってました譲渡担保契約がなかったっていね <laughs> 担保契約がそもそもなくて、上担保の登記だけしたみたいなね。でその目の前でなんか書類の授受のやり取りしたと。なので、類推的要論にはなってくるんですけどもね、えー、そこは、ね、虚偽表示がなかったとね、えー、表示そのものもなかったみたいなね、そんな事案であったかなという気がしますけれども、えー、そうなると、これは類推的要論になってくると。信じた通りの権利取得というね、えー、そんな話になっていきます。はい、まあ、もしよかったら94条のもう一回ね、29年の予備試験の問題、一回ちょっとね、見ていただいて、えー、本試験、 確かね、設定者、設定契約そのものが確かね、こう、えー、なかったかなと、虚偽表示そのものがなかったかなという気がしますけれども、すみません、ちょっとうろ覚えの状態で申し訳ないですけども、えー、そこをまたね、えー、自分で問題見て、ああこんな問題出るんだなと、確かに難しめの94条に来るんだなというね、えー、そういうふうになるのかなと思います。で、この事案難しいのは、フェイクがいっぱいかましてありましてね、A は、B を騙すつもりで打ったとかね、 詐欺かみたいなね、えー。そんな感じのこう事案の中でいくとね、いろいろこうフェイクがいろいろあちこちに散らばってましてね。でしかもなんか対抗要件の話でいくと17、177条みたいなね、えー。そういうフェイクもいっぱいあってですね、えー、何で論じていくのかがこう一見見えない、ねえー。そういう問題になってます。まあそこも、ねえー、予備試験の問題の難しさであるのかなと思いますが、素直に言いきゃいいんですね。当事者の言いたいところから入っていって、で、物件的請求だ。原告所有というためにどうするか。まずは、 思った通りに証し見る。で、これ無理だから、じゃあ、承継取得、諦めて別の承継取得ないしは、原始取得的な証とまあ、そう入ればいいだけですな、ね。まあ、そこも、慣れですね。えー、問題検討する中で、なんとなくね、慣れていくような感じになるかなというふうに思ってください。はい。 ということで、まあ、えー、実際にね、練習問題、まあ、あの、等作成編の方でもね、29年の予備試験の問題を扱うことになりますので、まあ、その中でね、またね、解説することになるかなとは思います。はい。えー、以上が94条の2項のお話ですね。えぇ、ー、一応まあ、論点的なところばっかりに、ね、なっているように見えますけども、事例得というね、えー、そういう観点でやってますのでね、えー、ちゃんと原告の主張被告の反論を踏まえて、ねえー、ちゃんとやっていくようにしていってください。はい。 えー、35ページ以下の策語ですね。ちょっとだけ入りましょうかね。えー、策語のところです。95条、まあ、民法改正、もろに受けたっいうね、えー、そんなところでありますが、まあ、もろに改正受けた影響で、論点なくなったというね、えー、そういうところでもありましてね、条文当てはめができるようにしっかりとね、えー、しておきましょう。はい、まあ、95条、条文見ながら確認しましょうかね。95条、はい、えー、策語、はい、えー、策語。 なんですけどもまずは1号、2号、どっちの作語かね。えー、これによって取り消し要件が違ったんでしたよね。えー、1号の作語、効果意思に対応する、ね、効果意思を書く作語ですね。えー、なので、この物買うという意思がないとかね。あるいはその金額に作語があるとかですね。えー、そういうものが1号と、こう思ってください。ね、効果に対応する意思、ね、これがないというね、そういう作語が1号ですね。えー、それが1号ですが、その場合は1号の要件プラス、 法律行為の目的取引上の社会性に照らして重要なものであるときはというねこれがまた追加の要件になりますで重要なものというのがこれがどういうふうに判断するかというと行為者本人にとっても重要かつ一般人にとっても重要というねそういうふうにまあ翻訳してもらったら結構ですね。ねここの、えー、目的 社会通念に照らして重要というね、こういうものになってますけども、これは、えー、一般人にとっても、高齢者にとっても重要というね、それの置き換えができるとね、えー、それでいいかなとは思います。はい。で、二号がややこしいですね。二号、いわゆる動機の錯誤と思ってください。ね、動機の錯誤、えー、前提部分の事実の錯誤というね、そんな感じです。えぇ、ー、表者、法律公の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と、ピカソの絵、として買ったと思って、 なんかその本物の絵ですね。えー、それを買ったつもりだったけれどもね、えー、本物じゃなかったと、ね。目の前のこの物を買うと。この意思そのものに間違いはないんだけども、この目の前の物が本物だと思ったという前提部分ですよね。えー、そこに勘違いがあるということで2号ですね。えー、この動機の錯誤ね、本物か偽物かについてはこの2号にぶち込んで、ね、考えるということになります。でこの2号についての錯誤は重要性。 一般人にとっての重要性とその行為者の重要性プラス二項ですねここまであって取り消しができるとこんな話になるんでしたね二項を、えー、取り消しについては基礎とされていることが表示されたときに限りというねこんな感じになってて一見すると動機が表示されていればいいみたいに読めますけれども事情が法律行為の基礎とされているちょっとここに紛れ込んでるんですけどもね判例法理がちょっと紛れ込んでるんですけどもその 動機が法律行為の内容になっていることが表示され「て起訴とされていることが表示」というねこの文言だけ見るとあ単に「動機、ね、え本物だと思ったということがなんか明治目次に表示されていればいい」というふうに読めなくはないんですけれども明治目次に表示されただけじゃない「起訴とされている」までいると「動機が契約内容に含まれている」。 契約内容に反映されている契約内容の前提になっている言い換えるとね契約内容の前提になっていることが表示されているとそこまでいるということでちょっと2項の文言はこれ分かりにくいね文言になっちゃっててねこれ旧民法の判例をベースにした方が分かりやすいと思いますねこれ2項の内容は実は旧民法のね判例を前提にしているんでね意味としてはこういう意味と戻とってください。 明示目次に表示されていること、ね動,機ね、動機が動機が明示目次に表示されていることプラス意思表示の内容になっていることというふうにずっと と、判例法理は言われておりましてね。それを文言化したら何かしらけど変な文言になっちゃったね。そんな感じです。 矯正をやったばっかりの方にはね、あ、あれに近いなというのはあると思いますね。天の打どころ間違えたというね、えー。それに近いところあるんですけどね、えー。日本語に直すとなんか変な感じになっちゃったっていうね。も、ま、う、あ、これでわかるでしょみたいなね。そんな感じでこうなっちゃったんかなって気がするんですが、単にこれ、判例法律を明文化書だけって言われてる文言ですので、なので、旧判例法律の方がわかりやすいと思います。動機が明示目次に表示されていること、プラスそれが契約内容に反映されていることというね、えー、本物であるから高い値段になったとかね、そういう感じでちゃんと値段に反映されてるとか、内容に反映されてると。 これが2項の基礎とされていることが表示このようにですね基礎とされていることが表示の中に2項入ってるんです、ね、基礎とされているイコール内容化でそれが表示明示目次に表示というところでね面倒くさい文言だなという、ね、感じはするんですけどねなんで判例法でそのまんま文言を、ね、使わなかったんだという気が私は個人的には思ってる、ね、ところはありますが、まあ、変な文言というね、えー、そんな感じがしますはい えーちょっと条文見てる途中で終わっちゃったなっいうそんな感じでありますがえ今、おおむねお話ししたところでえー2項までがお話しできたのかなというねえところでありましてテキスト35ページですねすいません、次回ですねえ35ページから復習中のなんとなく面倒くさいところになりそうですが。 そうか。ね。え、重数のところもちゃんと触れなきゃいけないな。え、なので、まあ、もう一回ね、次回35ページの錯誤からということでね、え、やりたいと思います。はい。まあ、おむねこんな感じで、え、市長反論も考えながらやるっちゅうね。え、なんかこう、論文解いてるかのようなね、え、授業になっちゃいますけれども、まあ、そういったね、え、インプットの復習、え、特に、総則物件ではやっといた方がいいよというね、え、そういうところと思っとってください。はい。ということで、え、第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。